ふと目が覚めた。おお、にがいらっしゃい。こんばんは。夜中に目覚めちゃったんだ。寝れるまで、まあじゃあロムっててよ。ロムっててっつうか、まあ眠くなるまで遊んでいきなよ。こんばんは、いらっしゃい。楽しんでて。たまにあるよね、寝れなくなる日。俺は睡眠障害持ってるからさ、寝るの本当普通に寝れる人が羨ましいよ。眠くなる人が。脳がずっと活性化しちゃってて、なかなか寝つけないんですよ、僕。羨ましいですね、普通に寝れる人は。睡眠障害って言って、寝つけなかったりとか寝すぎちゃったりとか、要は睡眠が不安定な病気ですね。寝ることに対する障害っていうのが、子供の頃から持ってて。要は、メンヘラの人結構多いんですよ。精神障害者の人が、結構睡眠に対して不安定で、逆にその脳内麻薬が出すぎちゃったり出なかったりとかして、苦しんでるっていう。一種の病気ですね。睡眠障害は。私も睡眠薬飲んでるのに目が覚めちゃう。そう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 。普通の人だったら目覚めないはずじゃん。睡眠薬飲んでたら。でも睡眠障害抱えてる人っていうのは、睡眠薬が効かなかったりとか、そういう耐性ができちゃってて、なかなか寝つけなかったりとか、一回寝たら起きれなかったりとかするんだよね。あ、ナルコなんだ。大変だね。ナルコはもっと大変で、意識が途切れるように寝ちゃうんですよ。ナルコの人何回か見たことあるけど、すごいよ。職場にもナルコの人いるけど、結構有名なナルコレプシーっていう病気で、こう、普通に会話してたりとか作業してるじゃん。そしたら、こう、コーって普通に寝ちゃうの。会話してるのに寝ちゃうんだよ。だからそれはもう働けないレベルだよね。居眠りしてるのと勘違いされちゃうから。意識がパッと途切れて、大変だね、マスミちゃん。記者会見遅刻っていうか、遅刻、まあ、遅刻に対する言い訳をするつもりはないけど、睡眠障害は、もう、昔から持ってるね。もう慣れてるけど。そう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 。寝つけなかったり寝すぎちゃったりとか。まあ、精神障害っていうのがさ、もともと気の病だからさ、結局気合が足んねえんだよとか、だらしねえんだよとか、ね、言われちゃうけどね。本人はそれで悩んでるからね。精神障害もなんか誤解されやすい病気だよね。光寝てる。あ、そうなの？チャンピーいらっしゃい。あ、いいよいいよ。なんか枠で説明することに意味があると思ってて。なんかこう、俺結構放送でさ、光くんのことある一部分に関してディスりまくってたの。で、本人に謝るっていう側面もあるんだけど、俺のリスナーに対して、まず言わなきゃっていうのがあるんだよ。ヒカル君に会った時に直接話すけど、まあ、まず自分の枠でリスナーさんに、ヒカル君のことこの件についてはディスってたけど、ごめんっていうのは言わないとなと思ってたから。それを開いてからじゃないと、ヒカル君にちょっと、言えないようなことがあるんですよ、僕は。ヒカル君に対して後ろめたいことがあって。まあ、ヒカルくんハードトレーニングやってるからね。すごいよ、ヒカルくんは。銀猫さんいらっしゃい。銀猫さん、あんまり僕、お前って呼ばれるの好きじゃないんですよ。なんか、なんだろうな。お前っていうのあんまり良くないと思いますよ。
あんまり好きじゃないですね。申し訳ない。ハートじゃない。風船プレゼントありがとうございます。なんか、ねえ。あんまり気持ちよくないでしょ。お前っていうの。銀猫さんが 何歳でどうでこうでっていうのは分かんないですけど、謝罪の内容なんだけど、俺ある一点に関しては、光くんをすごいディスってたの。目標遠いっすね。ちょっと売り上げ悪いっすね。正直。ちょっと困ってますね。なんか、フォロワーさん増えてたりとか、閲覧は稼げてるんだけど、全然アイテムなくて今月。ちょっと、厳しいっすね。それは僕も頭悩んでますよ。売り上げ上げないとと思って。謝罪内容は、ヒカルくんのこのスタイルはおかしいんじゃないかっつって、かっこ悪いって言ってディスりまくってたことがあるの。ヒカルくん本人目の前にしてもディスってるし、ヒカルくんのこのやり方は絶対ないって言ってたことがあるんだけど、俺が単純にそれは見えてなかったなっていう部分があって、要はヒカルくんの方が上にいたから彼はそういうことをやってたし、俺がその目線にいなかったから、要はプロとしての自覚がなかったからそういう風になっちゃったんだなっていうことがあるんだよ。ヒカルくんに対して。で、それは散々放送で言いまくったから、俺は絶対謝らないといけないと思ってるんですよ。その件に関しては。だってヒカルくんのことディスってたんだもん、その件で。で、俺は絶対やらないって言ってたの。もしそれをやったら引退するって言ってたんだけど、どうしてもそれをやらないとなっていう時期に差し掛かってきたんだよね。だからヒカルくんがやってた意味っていうのがよく分かってきたって。まあそういうことですね。そうそう、閲覧はっていうよりもね、多分見えてなかったんだよ。そう、プロとして食ってくっていうことを考えた時に、ヒカルくんがなぜそれをやってるのかっていうのは俺の方が見えてなかったの。だからディスれたのね。それを今自分は気づけたからさ。今月の初めからしかしワードを知らないけどさ、もう少し目標に近いかと思ったわ。来月はもう感じとくわ。ありがとう、銀猫さん。そうなんだよ。俺がぶち上げたんだよね。30万に目標設定しようと思ったんだけど、あえてもう本当に、なんつうの、大物になりたいから、自分で自分のことをね、ちょっと鼓舞する感じで目標設定上げすぎちゃったんですよ。ありがとうございます、リータさん。タバコ好きなんですよ。タバコやめる気がなくて。ありがとうね。気遣ってくれて。っていうのもさ、俺はヒカルくんのステッカー販売に関してはディスりまくっての。ヒカルくん全部好きだけど、ステッカー販売出せよって言ってたのね。聞いたことあるでしょ？俺のリスナーだったら。ステッカー屋さんじゃねえんだから、ステッカーなんか販売やめちまえよって言ってたんだけど、それは、食ってくためにがむしゃらだったんだよ。ありがとう、リタさん。体、大事にします。でしょ？俺結構言ってたじゃん、ステッカー販売してる配信者に対して。なんか、それ違うんじゃねえの？みたいな。ステッカーなんて売って、配信者じゃねえよってずっと言ってたの。ヒカル君は力あるよ、全然。俺はその部分に対して全然、言ってないよ。だけど、俺も、今月売り上げ厳しくなっちゃった、全然気にしないですよ。全然、そう言っていただけるのめちゃめちゃ嬉しいです。ただ、プロ意識を持ってやるって考えたときに、配信で俺も食っていきたいし、全国旅回るわけじゃん。で、その時に、やっぱリスナーさんにステッカーありますかって、最近聞かれること多いんだよ、キャストの流れで。ステッカーとかグッズないの？みたいなこと言われるの。で、もしあったらそれでさ、飯も食えるしさ、家賃も払えるしさ、交通費にもなるし、宿泊代にもなるっていうのがよく分かったんだよね。だから、ステッカー販売に関してはヒカルくんディスりまくってたから、俺。ちょっと、本当に彼に申し訳ないことしたなと思って。俺もステッカー販売売るから、ヒカルくんに本当に申し訳ないこと言ってたなって。ちょっと言ってることとやってることが違くなるから、俺がこの枠を開かないで、いきなりステッカー販売したら、ヒカルくんからしたら、何なのってなるじゃん。だから自分の枠で、ちょっとヒカルくんに謝りたいっていうのは、そういうことなんですよ。そう、ステッカーの収入大きいっていうのもあるし、ヒカルくんは、半年間で350万ステッカー売ったのね。
で、俺はそれ知っててもディスったの。そう。全然アイテムで食ってこうよみたいな、ダセーじゃんみたいに言ってたんだけど、そう。でも、ヒカルくんは気持ちよくなかったはずだから、いや別にそのステッカー売ってないやつに言われるんだったらいいかもしんないけど、これで俺がステッカー売り出したら気持ち悪いでしょ。ねえわ、ワドみたいになるじゃん。で、そのことに関しては、ヒカルくんの方がさ、配信に対してストイックだったなっていうふうに思ったから、これは本当に俺申し訳ないよ。だからもうグッズ販売でも何でもしてかないとさ、この生活維持できないもん。うん。だから俺、ヒカルくんに謝りてえなと思って。そう。だってさ、食っていくことに貪欲だったら何でもやるじゃん。うん。たださ、ふわっちだけで食っていけたらいいかもしんないけど、ねえ、現実それが厳しくなってきたわけですよ。ねえ、先月まではトントン拍子でさ、これだけで食っていけるっていう自信があったけど、いつダメになるかわかんないし、ステッカー買ってくれ買ってくれっていうのはね、あれかもしんないけど、ステッカー欲しいっていう人に 買ってくれるんだったら、それで生活できるんだったら ねえ、全然万々歳だと思うからさ、そこは俺が間違ってたな、素直に認めようと思って。そんな感じですね。なんかヒカル君に申し訳ないことしたなと思って。うん。要は、ヒカル君の方が食うことに必死だったなと思って、そこに気づいたよ。あ、飲んだ、バセリンちょうだい。お疲れ様でーす、鈴木軍サポートメンバー、淳さん。うん、これか。あったあった。だからそれはヒカル君をディスったのは俺の生主としての、あれですよ、レベルが低かったなっていうか、そこに気づいたよ。風邪ちょっと悪化してますね。1ラウンドも動けないっすね、今だと。まあ、ヒカル君以外は別にディスってないから、あれだけど。ヒカル君には直接物申したからさ、俺。それは人として間違ってたなと思って。人としてっていうか、配信者として間違ってたなと思って。まあ、別にヒカル君はそう考えるならそれでいいんじゃないですか、みたいな。で、もし和道さん売ったらどうするんですかって言ったら引退するって言ったから。そこは一回筋通すよ。明日あたり電話してみて、ちょっとヒカル君に謝ろうと思ってて。ちょっと俺も食っていくの厳しいから、あんだけディスってたけどって。俺が全然ヒカル君の目線に慣れてなかったわ、つって。ヒカル君の方が必死になってたの分かったわ、つって。で、俺もステッカー販売売っていい？って。あ、オレンジジュースっていうグレープフルーツ飲んでますね、寝る前に。ベンジョ太郎さんにアドバイスもらって、練習後は、寝る前にグレープジュースとか、100%濃縮還元でもいいから、あれ飲むと疲れが全部抜けるから、飲みなさいって。ベンジョ太郎さんの、本当に体から、疲れが抜けるんだって。寝る前のグレープフルーツジュース一杯。飲むドリンクを変えるだけで体回復するからって。本当は、生絞りとか本当に果実をかじるのが一番いいんだけど、高いから無理だからって。人としては筋通したいんだよね。うん。言ってたこととやってたことが違ったらダメだと思ってるから、俺は完全にその自分の目線がプロ意識が足りなかったっていうのは今回は反省してる。あ、やっぱそうなんすか。相手を落とすなら悪いけど、俺は和道は悪くないと思うよ。また仲良くなるさ。あ、全然仲は悪くないっすよ。あ、ヒカル君からいらっしゃい、万吉王さん。何があったっていうわけじゃなくて、ヒカル君に対して謝らないといけないなと思ってることがあって、それは、ヒカル君のステッカー販売について僕ディスりまくってたんですよ。なんか、配信者はステッカー屋さんじゃねえんだから、そんなかっこ悪いことすんなとか本人の前で言ってたし、ヒカル君の唯一、なんか、かっこ悪いなと思うところは、ステッカー買って、ステッカー買ってっていうところが俺は嫌いだって言ってたの。
だから俺はステッカー売らないって言ってたんだけど、4月の10日から旅に出るんですけど、アイテムだけで、食っていけるわけじゃなくて、今、売り上げが落ちてて、で、リア突の旅に出るんだけど、ステッカー販売で収入が立つんだったら、すごくありがたいなっていうのは、正直思ってて、今。で、ヒカルくんの方が、配信で食っていくことに貪欲だったなっていうことに気づいたんですよ。俺が、調子良かったからアイテムで稼げるっていうふうに思い込んでただけで、そんな甘い世界じゃなかったっていうのに気づかされて、で、ヒカルくんディスってたことに対して謝りたいなと思って。で、ヒカルくんが、いいっすよって言うんだったら俺もステッカー売りたいなと思って。それでね、まず枠開こうと思ったんだよね。うん。あげたいけど今月無理やわ。来月5発あげに来る。ああ、ありがとう、銀猫さん。いえいえ、全然、銀猫さんいつもアイテムいただいてるの知ってるんで。うん。放送の件はうまくいきそう。放送はね、便所太郎さんは、放送全試合しないんじゃなくて、1ラウンドは映して、音声だけ？要は実況席の方にカメラ向けて、おーとか、パンチ入ったとか、倒れたとか、そういう展開で、差別化図るって言ってたね。うん。だから、便所太郎さんが、俺も売名したいっすっていう、目立ちたいっすって言ったら、いいよって言ってくれた。最初からそう言えって話だけどね。うん。便所太郎さん、ツイッターに書いてくれてたよね。全部の放送をしない、だからどっか、しない放送を選ぶんじゃなくて、全部の試合流すけど、途中で切り替えるっていう。じゃないとさ、応援してくれてるリスナーさんに申し訳ねえもん、さすがに。支援いただいてるからさ、グローブとかさ、キックとかさ、この道具って結構高いのよ。もう3万、4万使うから。小難しいやつ好きだから、さらに新宿は詳しい。あ、そうなんすか。小難しいっつうかめんどくさいやつですよね。そんなん別に無視してやれやいいじゃんっていう人もいるかもしんないけど、さすがになんか、ヒカルくんのことをディスっててそれをやるっていうのは、俺は人として違うと思ってるから、配信者としては正解かもしんないけど、言ったことは守んないといけないし、自分が間違ってたって思ったら認めるっていうのはすごい大事だと思ってて。なんか負けを認めないやつっていっぱいいるけど、負けを認めないと強くなれないから、俺まだまだ配信者として上行きたいし、で、ヒカルくんが見えてた景色が、ね、ようやく見えるわけじゃん。グッズも売らないと先ねえなっていうのは。だからそこは素直に勉強させてもらわないとね。うん。ステッカー買ってね、喜んでワドを支援したいっていう人もいるんだったら売ってかないと。スリさん、初コメありがとうございます。面白かったらフォローしてってください。こんばんは、いらっしゃい。人は人、自分は自分。うん、そう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 。まあそんな感じですね。これからも配信でがっつり稼いでいかないと。俺みたいな一リスナーが何も言わないのがいいんだろうけど、俺個人的にめっちゃそれむちゃくちゃ、え？めっちゃそれむちゃくちゃですね。ヒカルは全然いいっすよっていう。ヒカルくんはね、全然いいよって言ってくれるだろうけど、自分で言われたら嫌だよね、やっぱり。うん。俺は、だから、配信者っていうのは、なんかステッカー屋さんじゃないから、グッズとか売らなくていいじゃんみたいな、ふうに思ってたの。特にステッカー買って、ステッカー買ってってさ、なんか、ダセーなと思ったんだけど、俺は、それ本気でその時はダサいと思ってたんだよ。本気でダサいと思ってたの。ドンと構えてアイテムもらえよって言ってたんだけど、いざ自分が旅に出て、生計立てて、いや、無鉄砲にやってく中じゃん。で、リア突してくれた人が、やっぱり、ステッカーとか準備してよって、支援するからって言ってくれてんのよ。でさ、花火とかってさ、クレジットカード持ってたりとか、アイテム、コンビニでお金払ったりとか、いろいろワンクッションあるじゃん。で、お金払うのって結構、その時の気分って結構重要だから、リア突した時とかさ、うわ、応援したいわって一番高まるもんね。うん。そう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 。だからそれに気づいてなかったんだよね。あ、ありがとう、グッズ。ありがとう。だから T シャツとか作ったりとか、二宮由美さん、初見さん、ありがとうございます、コメント。
面白かったらフォローしてってください。シアンさん、風船ありがとう。そう、アイテム販売に関してはやっていかないと、生計ね、どん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 稼がないとダメだなと思ってるから、それはやろうと思ったね。今、その旅前に。そう。だから実際旅やってる人とさ、旅やってない人じゃ全然考え方違うわけじゃん。そう、旅やってくっていう中でさ、1万人リアトツっていう企画をやるんだけど、これから、1万人のリスナーさんに会いに行くんですよ。で、その中のさ、100人でもさ、ステッカー買ってもらえて、800円で100枚だと8万円の売り上げになるわけですよ。旅続けられるじゃん、少しでも。だから俺は旅に関しては裏切りたくないから、そこには。それをやろうと思ってる。シアンさんフォローありがとう。スリさんフォローありがとう。ケイイさんフォローありがとう。ダソルさんフォローありがとう。岩波ちくまさんフォローありがとう。うん。ですよね。うん。そう。ね、俺別にヒカルくんのこと嫌いなわけじゃないし、完全に俺が盲点があったっつうかさ、ヒカルくんと同じ目線になれてなかった。要は、配信者としてさ、全然、ステージが違ったところにいたから、彼は分かってるんだよ。彼、ほら、ヒカルくんはさ、言葉うまいわけじゃないから、説明が下手じゃん。だけど、考えてやってるんで、頭はいいから。だからそこをね、誤解するような、誤解っていうか、俺の考えが至らなかったのは申し訳ないね。星太郎さん、フォローありがとう。そう。だから、俺も、売りたいと思ってるよ。ヒカルくんが、いいっすよーって。全然気にしないでって言ってくれんなら。もしそれでね、ふざけんなって引退しろって言うんだったら、俺はね、ステッカー販売しないけど。そうだね。あ、そうそうそう。だから自分のリスナーに対してヒカルくんに誤解を与えるようなことを言ってたっていう枠ですよ。だからヒカルくんに明日謝ろうと思ってんだけど、その前に自分のリスナーの誤解解かないと、配信者として筋違いになるから、先にヒカルくんに謝れよっていう人もいるかもしれないけど、俺はこっちの方が筋が通ってると思ったから、こっちを選びましたね。まずは、ヒカルくんに対して誤解を与えたのを解いてからだと思ってる。まずそっからじゃないと、ヒカルくんも、いや、自分のリスナーに説明しろよってなるじゃん。ふざけんなよって 散々ディスっといてよって。俺がもし同じようなディスり方されて謝られるんだったら、まず謝罪枠を開いて誤解を解いてからの方が絶対いいと思ったから、俺はこっちを選ばせていただいた。咳止め薬飲みます。こんばんは、ドライバーティーさん。まあ、明日謝ろう。リアトした時に謝ろう。スリって、鮫島の彼女？ゆりさんこんばんは。スリ、ゲリラさんこんばんは。喘息っぽい。そうなんですよ。ちょっと体調悪くて。初見さんいらっしゃいなーさん、こんばんは。配信業っていうのは食べていけるのか？素人だから教えてほしい。まず、配信を始めたきっかけっていうのが僕遊びじゃなくて、本当にプロとして食っていきたいっていうので始めたんですよ。本当にうなちゃんまんとかみたいに、僕放送を始めたきっかけうなちゃんまんなんですけど、うなちゃんこう言ってたんですよ。いや、まあ、俺は仕事っつっても、まあ、リスナーさんから、まあ、お金もらうのが仕事だけど、っていう一言で、あ、俺も喋るの好きだから、パソコンの前で喋ってたら食ってけるんだって、単純に思ったの。すげえなーと思って。
じゃあ俺もルナちゃんみたいに食べたいと思ってやってみたら、食えるようになるまで3年と2ヶ月かかったんですよ。本当にきつくて、もうずっと大手になるとか、ずっと配信で食べてくって言ってたんですけど、そんなに甘い世界じゃなかったんですよ。で、もう配信もう無理だわっつって3年目にして心折れて、こんなにきつい世界だと思わなかったっつって、そこそこもらえてる月もあったんですけど、もう15万、要は自分の生活が成り立つのが最低限の生活が15万ぐらいだったんで、それを稼げた月が1回もなかったんですね。で、才能ない辞めるって言ったんですけど、でもそれでも好きだったんですよ。だから、しばらくしてから復活したんですね。もういいやって。もう配信が好きだから続けるわって、食っていくとか一回なくすわって言ってふわっちに来たんですよ。そしたら、15万以上稼げるようになったんですよ。だから、神様って意地悪だなって思いましたね。まあ、やってる年月が違うっていうのはあったんだけど、自分の喋りに自信があったのね、俺は。配信者の喋り見ててもなんだこれ、素人のね、ただのザレ言だろうと思ってたんだけど、実際やってみたら全然違うんだよ。彼らってコメントを的確に読んでるし、ラジオとかテレビとかとは喋りがちょっと違うのね、配信っていうのは。あれは実はテクニカルにやってたっていうのによく気づけて。そう。で、まあ、そっからフワッチに来てからは15万以上稼げるようになりましたね。いや、毎月5発でも1発でも本当に嬉しいっすよ。アイテム1円でも本当に嬉しくて。なんでかっていうと、ただで見るのも難しいんですよ。ただで人を集めるのも難しい上に、フォローしてもらうとかコメントもらうってさらに難しいんですよ。で、何よりも難しいのが、自分に値段をつけてもらうことなんですよ。だから、1円でも、10円でも、もし、この放送に価値があったりとか、暇つぶしになるんだったら、それの分だけ、チップ投げてもらえると、やっぱり、ただとは全然違うんですよ。君の放送は1円の価値があるよとか、私にとっては500円の価値があるよ、1000円の価値があるよって値段をつけてもらえると、めちゃめちゃ嬉しいですよ。なんでかっていうと、俺は、配信者の仕事は暇つぶしだと思ってるんですよ。みんなの暇を楽しく潰したりとかするのが、配信者の仕事だと思ってて。でも世の中にはゲームとか漫画とか映画とか、暇つぶしって腐るほどあるんですよ。楽しい暇つぶしが。それと戦ってるつもりなんで、お金払ってもらえると僕は本当にありがたいですね。そうじゃん。だってゲームやったりとかさ、いろんな暇つぶしが世にあるわけじゃん。その中で一番いい暇つぶしは和道だって言ってもらいたいじゃん。和道と絡んでたりとか、それ、例えばさ、大人だったらわかるけどさ、キャバクラ1時間行くだけで6000円、7000円するんですよ。焼酎とか飲んでるだけで。でも家にさ、ボトル1本焼酎狂月買ってさ、1000円でしょ？で、家の前でさ、3時間ぐらい潰せるんだったら、まあちょっとお得だよなって思うじゃん。5000円浮くわけだよ。そう、浮いた5000円の中で、和道に、まあ、1回の放送で1000円ぐらいチップやるか、みたいなさ。生活保護もう抜けたよ。1月1日には俺生活保護じゃなくなってるから。今年入ってから生活保護じゃなくなってる。携帯上限あるから上限ある。なるほど。和道はもっと上に行ってほしいし、限界感じたら俺に連絡ほしいわ。めちゃめちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。本当に、そう言っていただけるだけで嬉しいです。旅の中ででも苦しいとか辛いとかやばいかもっていうのは、多分調子いい時は調子いいって言ってくし、いや今月も多かったわありがとうとかさ、だからちょっと贅沢させてもらうわとかさ、あと厳しくてちょっとごめんおにぎりも食えねえわとか、家賃払えねえわって助けてくんないっていうのは正直に言ってこうと思ってる。それもなんかリアルだと思うから、旅配信ってどうやってやるんだろうっていうののね、俺も初めてやるから、その初めて感を大事にしていきたいと思ってる。初見さんありがとう。M 山本さん、コメントありがとうございます。もしよかったら、フォローしてってください。面白いなと思ったら。ブルースターさん、そうそう、頑張れた。みんなのおかげで抜けられたんだよ、でも。一生懸命頑張ってきてさ、やっと、俺に価値をつけてくれる人たちが現れて。今月限界、全然全然。ありがとうございます、風船。風船発行ありがとうございます。そう。だから、ようやく、自分の足で、まあ、バイトもやってたんだけど、この数ヶ月。バカありがとうにゃ。だけど、バイトも抜けて、一本立ちして、もう配信だけでもうやっていくわけだから、そこはね、なんか温かく見守っていただけたら嬉しいなっていうのが正直なところですね。世間知ってる和道さんの雑談期待しますよ。ありがとう、ドライパーティー、風船。
なんか俺が思ってるのは、憶測とか想像を語っても意味ないじゃん。極端な話、語ることすらも俺、配信じゃないと思ってて、配信の武器っていうのは音と映像を垂れ流せるわけだから、極端な話、生き様を伝えることができるんだよ。俺は雑談好きだから雑談主軸にしてるけど、別に語らなくても表現ってできるんだよね。それが、配信の無限の可能性があると思ってて。そうじゃん。何でもできちゃうわけじゃん。ただ、それのね、スタイルっていうのが雑談なのか、何なのかだと思ってる。ヤマトって、ごめんなさい。ヤマトさんね、ごめんなさい。僕、文字読むのすごい苦手で。申し訳ない。なんか、ヤマトさんよろしくお願いします。新しいフォロワーさん、ヤマトさんフォローありがとうございます。ヤマトさんね。すごい苦手なんですよ、僕。上に行きますよ、僕は。配信が大好きなんで、この世界に貢献したいですね。お、耐震補強だ。夜夜。っていうかね、俺ね、耐震補強ね、今回の企画、前代未聞の1万人リアドするまで帰れませんやるんですよ。もう配信者にみんな無理だって笑われたの。リアルに相談したんだよ。何この企画どうすんのつって1万人リアドしますって。1万人みたいな。便所太郎さんに言われたもん、延べって。トータル1万人みたいな。要は、複数回来てくれたらそれも同時カウントっつって、いや違いますって、1人1カウントですって言ったら、マジかよって言ってたよ。いや、1万人は帰れねえぞっつって。そうそう、もう、リスナーで知ってる人がいたら、もう絶対無理っていうレベルなんだよ。日本中から1万人リアドつなんだよ。そう、何年かかるんだろうか、でしょ。だけど、俺、実はこの旅に、実は人生かけてて、それはもうね、旅配信についてはみんな散々聞かされてるからわかると思うんだけど、俺は捨て頃と旅配信が俺を大手にすると思ってるの。だけど、俺はね、絶対にもうこの旅が終わったら大手になって帰ってくるっていう覚悟が欲しかったのよ。自分の中で。だからもう絶対的に強制的に1万人リアドしたら絶対大手になってくれる、なると思ってんのよ。だってさ、リアドとしたらフォローしてくれるじゃん。こいつを応援しようってなるじゃん、見てたら。で、会いに行ったら情が湧くじゃん。なんだよ、ワド、可愛いやつじゃん、みたいな。生意気言ってるけど、まっすぐじゃん、みたいに。だったら応援しようって思うじゃん。で、1万人の人と一緒に、なんつうの、俺パワーもらいたいし、1万人のリスナーさんから握手して、ハグして、そう。で、ワド、大手になれよって、直接言ってもらいたいから、嬉しいしてやる。ありがとうございます。僕は腹くくりましたね。やります。僕は絶対に1万人達成するまで、帰らない。ただ、突発的なイベントとかで家に帰ってくることはあるけど、捨て頃とか。ちょっと2週間ぐらい前に帰ってきて、体の調整したりとか、それはまあしょうがないと思ってるけど、日本全国回るっていうのと、1万人リアトツは絶対に達成するからさ。そしたらさ、誰もやったことない世界を見せられるわけじゃん。俺は正直器用なタイプじゃないよ。面白いことができるようなさ、タイプでもないよ。頭も良くないよ。そう。で、歳も若くないし、イケメンでもないんだよ。じゃあ自分に何ができるって言ったら、体張ることしかできないんだよ、俺には。俺にはもうそれしかないの。体を酷使して、自分をいじめ抜くことしかできないんだよ。じゃないとみんなに笑ってもらえないんだよね。そう。だったら、そう、みんなが無理だっていうことを、みんなに見てもらいたい。無理だからやる価値があると思ってて、俺は。俺はこのふわっちにも恩返ししたいし、今まで応援してくれてきたリスナーさんにも応援したいから。違います。リスナーさんが、ワドリアツツだよっていうのが条件だから。だから、誰かのオフ会に行って会ってもダメなの。要は、便所太郎さんとか人集まるじゃん、オフ会とか。それも全部カウントに入れない。要は、和道のこの1万人の企画のカウントに入れてくれって、会いに来てくれとか、会いに行くよって言ってる人だけカウントに入れる。そう。だから、誰かで構わず会うっていうのダメ。和道の放送知ってるよって、1万人企画頑張るよっていう人だけに会う。いい時悪い時あるし、不安定なんだし、昼労働して暇つぶしに夜配信してみたらどう？それがまあ今の生活だから。昼働いて、夕方から放送するっていう。でも、俺はこの旅をするときにもう、この旅のことも社長に伝えたし、社員の人にも伝えたし、もう、夢にかけますって言って、もう退社はすることは決定してます。
だから、その家賃払えるかとか怖いよ。住まない家の家賃なぜ払うんだとかさ、本当に食っていけるのかなとか、移動手段どうしようとか、やばいくらい厳しいですね。ぶっちゃけ単1000人は行くと思う。2ヶ月、3ヶ月やったら1000人は行くと思うけど、でも、それじゃダメなんだよね。1000人、2000人でも、ちょっと閲覧増えるだけじゃダメなんですよ。もう僕には後がないんですよ。もう配信しかないんですよ。人生で輝けるところが。こんな何百人からも応援してもらったりっていうのはないんですよ、僕の人生で。バンドでもなかったし、経営でもなかったし、ようやく掴んだ人生で一番キラキラしてるのが今なんですよ、僕。だから、僕はこの可能性にかけたいなっていうふうに思います。旅に出るわけだから、会社にね、所属できないじゃん。頑張るね、大和さん。頑張るよ、それ言う。スカイプじゃなくて LINE を晒してますね。銀猫さん、LINE じゃダメですか？ LINE。LINE やってます？スカイプはね、僕もうほとんど使ってないんですよ。常時起動してないから、1年に2回、3回とかしか使わないから、連絡用に使ってるのが LINE だけなんですね。もし LINE で良ければ URL 貼りますね。自分の。誰の LINE 晒したの？俺の LINE ってことね。自分の LINE を晒すんだよ。あ、了解です。自分の LINE がですね。LINE はこれですね。あ、プロフィールページにも書いてあるんですけど、この URL 踏むと、携帯電話でこの URL 踏んだりとか、パソコンでもこの URL 踏むと、QR コードが出てくるはずなんですよ。これでリスナーの銀猫だよとか、リスナーの誰々だよっていう人だけ承認してるんで、コテハン書いてもらえれば、わかりますね。ありがとうございます。頑張ります。ただ、やっぱりね、もうここまでぶち上げたからにはやらないとね、もうそれこそこの世界で生きていけないと思ってるから、みんな言うね。無理だって。みんな言う。もう3年かかるぞとか。3年かかる、4年かかるっていう話だから。でも、俺はそれこそ配信者だと思ってるから。来たかな。それがね、やっぱみんな不可能を見たいわけじゃないですか。追加したら、コテハンでリスナーですとか、何々ですみたいな感じで言っていただけると嬉しいです。じゃないと俺だ、誰が誰だか分かんないからさ、登録しておかないといけないんだよ。コテハンとか。LINE 何百件って入ってるからさ。LINE でメッセージ送ってくださいね。登録した人。登録しないと誰か誰だか分かんなくなっちゃうんで、コテハン教えてくださいね。リスナーの何々って名前で、みたいな。ミオさんいらっしゃい。俺ね、ヒカルくんのあるね、ステッカー販売に関してディスりまくってなの。ステッカー屋じゃねえんだから、みたいな。かっこ悪いよ、みたいなこと言ってたんだけど、俺4月10日から旅配信始めるのね。で、ステッカー販売するっていうのは、配信を続けていくため、旅を続けていくために貪欲だったんだっていうことに気がついたの。要はヒカルくんの方が配信に本気でやってたのよ。だから、そこをディスってなのは申し訳ないなと思って。俺別にヒカルくんのね、性格とか他の部分をさ、ディスったことないけど、そのステッカー販売はなくね？みたいな。大手なのに、みたいな。かっこ悪いだろうって言ってたんだけど、ちょっとそれ違かったなと思って、謝罪枠開いてますね。なんかあったわけじゃないよ、全然。ヒカルくんに直接言ってるしさ、ダセえよヒカルくんみたいな。
でも彼の方が本気だったんだよね。配信1本だよ。配信1本。LINE 送った？ちょっと待って。いやだからさっきからメッセージ書いてね。あ、来てる来てる。そしたら追加するから、リスナーの何々ですみたいな感じで送ってもらえないと誰だか分かんないから、追加していいのかどうか分かんないんだよね。OK、 それ言う。 OK、 こうやって書いてもらえたら全然わかるから。そうそうそう、ヒカル君はチャリ旅やってたんだけど、ステッカー販売やってたじゃん。いや、俺はなんかこう、ディスる時も、褒める時も、何する時も、自分で責任持ちたいの。考えて喋ってるの、結構。で、本当に俺は考えた上で、ヒカル君かっこ悪いって言ってたんだけど、要はね、ヒカル君の方がステージが上だったんだよ。彼の方が本気で配信のことを本気で考えてたから、貪欲だったって言った方がいいのかな。配信に対して貪欲でひたむきだったんだよ。だからプライドを捨ててステッカーでも何でも売って、配信をやめないっていうか、旅を続けるっていう意思があったんだよ。それをね、俺はね、旅もしたことないくせにディスってたんだよ。だから、もしこれで俺がステッカー販売とかグッズ販売始めたら、もう嘘つき野郎じゃん。ヒカル君からしたら何なんだあいつってなるじゃん。気分悪いじゃん。だから絶対謝ろうと思ってさ。いや、気にするよ。わかんないよ。ただ儲けたいからかもしんないけど、俺はそういう風に感じたの。ヒカル君の方が貪欲だったんだなと思って。そうそうそう、俺の理解が間違ってたっていうか、俺が目線が低かったっていうのかな。配信に対してうぬぼれてたんだよね。コメントだけで、コメントっつうかアイテムの支援だけで食っていけるって勘違いしてたんだよ俺。まあ言いようだけどね。まあヒカル君には明日謝ろうと思ってるんだけど、その前に自爆で誤解を、みんなの誤解を解かないとっていうのが俺の考えかな。まあ、うぬぼれだよね、完全に。だって、やったことないからディスれたんだもん。いざ自分がやってみようと思ったら、ステッカー販売でも何でもして、売り上げ立てないとダメだよ、やっぱり。そうやってやっていかないと、食っていけないんだもん。食わないと人間。稼ぐってことはそういうことだ。食っていくってことだから。そうそう、しょうもないプライドを捨てるっていうことだ。頭を下げるっていうことよ。ソレイユの言う通りだよ。そう、だから俺が間違ってたわっていう。どっから大手ですか？前に話してたら重複。あ、全然話すよ。何でも重複しても。よく言われるんだけど、俺は大手ってフワッチに来てからすごい言われるようになったの。どこでコメント打っても大手配信者の和道だってよく言われるようになったんだけど、俺は大手配信者じゃないのよ。俺は有名配信者なの。で、大手かって言われると中堅だと思ってるの。閲覧数的に言うと。大手っていうのは、有名でかつ閲覧を安定的に稼げる人が大手なのね。で、有名配信者だけど大手じゃない人は5万といるの。俺は多分今中堅だと思うよ。正直なところを言うと。これから大手になるかならないかの瀬戸際の配信者だと思う。そう、プライドじゃ飯食えないんですよ。シェアンさんの言う通り。タカさん、初見さんコメントありがとう。やってわかることもありますよ。ヒカル君は分かってくれる人だと思います。あ、そうだよ。彼は、さっぱりしてるし、謝ってくれたんだ、みたいな。いいよ、いいよって言ってくれる人だと思ってるっていうのはあるけどね。ただまあ、俺引退するって言ったの。もし俺がステッカー販売するようなことがあったら引退するわって言ってたぐらいディスったから、それは正直に謝ろうと思う。お前って言われるのは嫌いだろうけど、LINE でワードを探しても出ないぞ。いや、URL 踏みました？どういうこと？だってもう5、6人登録してますよ。僕の携帯ピコンピコンになってるでしょ。LINE でワードって探すんじゃなくて、ここに書いてある URL 踏んでください。銀猫さん。ここ、今 URL クリックすると、出てくるんですよ。検索はできないんですよ、僕の携帯。この URL をポチってクリックしてみてください。LINE って書いてあるやつ。そうすると、僕の、もう友達になるっていうページに直接飛ぶんで。ソレイユもできたし、みんなできたよ。結構、ポン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 今 LINE ピコンピコンになってるでしょ。できます、できます、銀猫さん。URL をクリックすんの。まあ、気にする必要ない まあ、人付き合い大事だからな。気にするよ、やっぱり。気にしますよ。これを気にしなくなったら配信者として終わりだと思ってるね。付き合いをね、
わ、まあ気にしないのかよ。根が真面目っつうか、なんか理屈っぽいんですよね うん。なんか間違ってることは間違ってるって認めないとダメだな、みたいな。成長がないなと思ってて。彼の方が確実に上の目線で見れてたわけだから。配信者は付き合いなんか、付き合い大事だと思うよ、人間関係だから。俺は付き合い大事にしたいと思ってるけど、お世話になった配信者5万といるし、前は光バカにして必要としてなかったけど、今光が必要だ。あ、そういうことではない。そういうことではない。全然。バカにしてっていうわけじゃないよ。俺は別に彼の方が閲覧上だったから、もともと絡んでる時から。だけど今、光くんに売名させろとかそういうことを言ってるんじゃなくて、要は、なんつうの、大手とか関係なく、ステッカー屋さんかよ、お前って言ってたの、俺は。うん。ステッカー屋さんじゃねえだろ、みたいな。お前配信者だろ、みたいな。で、閲覧こんだけあんだから、普通にね、アイテムで食っていけるじゃんっていうふうにバカにしてたんだけど、違うんだよ。やっぱ企画とかやっていくとわかるのよ。例えば、ね、みんなタダでこれが手に入るわけないじゃん。こういうさ、だってこれ、今回の企画終わったら使わないんだよ。こういうのとか、ボクシンググローブとか、キックのこれとか。これ空から降ってくるわけじゃなくて、自分で買わないといけないのよ、一件一件。タダでできるわけじゃないのよ。よくみんなさ、そんな本気でやりたいんだったら、ジム通えよとか言うけど、ジムってお金かかるし、だからそういうのを裏で支援してくれるリスナーさんがいるわけですよ。要は何かをやるっていうことはお金がかかるっていうことをよく分かってきたの。部屋でね、雑談してる分には何にでもできるけど、旅配信するって言ったら、ここの家の家賃も払っていかないといけないし、光熱費とかも全部払っていって、さらに自分の食いぶちとか宿代とかを稼がないといけないんだよ。どん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 稼がないといけないの。開けないっすか、銀猫さん。嘘。みんな開けたよね。この URL 開けるよね。携帯電話ですか。え、開けるけど。銀猫さん、ここにコメントあるじゃん。コメント。これカチッとクリックすると、こうやって QR コード出るけど。見える？ここ、カチッとクリックしますよ、ここ。カチッとクリックすると QR コード出るけど、これが俺の LINE なのね。出ない。そうそう。でもまあ俺は食っていくためにステッカー売ろうかなって考えてるから、今は。うん。QR 出ない。どうしようかな。どうしよう。どうすればいいんだろう。携帯？スマホですか？コメントクリックしても飛ばない？どうしよう。うん。あ、じゃあ、銀猫さん DM 送りますよ、僕。DM。銀猫さんのツイッターってどれだろう？銀猫さんツイッターないか。どうしようかな。うん。僕の検索してないんで、有名でしょ？いや、有名かどうかじゃないですね。設定できないんですよ、僕のは。QR コード検索できないんで。うん。DM、Twitter、銀猫さんあるっけ？銀猫さんフォローしてます？え、飛ばなかった？嘘。飛ばない機種があんのかな？あ、了解です。うん。了解です。うん。飛んだよね。うん、まあまあ。アンドロイドとかいろいろあるんじゃない？飛ばない機種とかが。まあタイミングだからね、こういうのは。うん。飛ばない機種ない。わ かんないじゃん。飛ばないって言ってんだから。うん、飛ばないもんは飛ばないんだから。au とかあるかもしんないですね。なんか。うん、セキュリティ設定とかね、なんか裏側の設定があるのかもしれないからね。飛ぶ人と飛ばない人、たまにいるもん、飛ばないよっていう人。あ、なんかあるんだよ。あ、au なんだ。au かもね。あ、テッドさんいらっしゃい。ヒカルくんのステッカー販売ディスってたんだけど、配信者はステッカーなんか売るなよって言ってたんだけど、ちょっと俺の考え方が間違えてたなと思って。旅配信する上で、やっぱり、食っていくことに貪欲にならないとダメだなと思って。
俺はヒカルくんのことその件に関してはディスりまくってたから申し訳ないって謝ってんの今。LINE のアプリ起動して友達追加から QR コードではダメですかね。どうなんだろうね。ステッカーからスタートすんの。俺はね、ピンバッジとネックレス販売しようと思ってる。ステッカーももちろん、安い価格帯も作らないと、学生とか買えないじゃん。一番高いのはこのネックレス。一番高額な商品はネックレスなんだけど、これを売ろうと思ってますね。俺が普段つけてるネックレスあるでしょ。これ実は俺のグッズなんだよ。これ和銅ネックレスって言うんだけど。そう、これを販売しようと思ってます。これのピンバッジと、ピンバッジはね、何種類か作って、あとネックレス作ろうと思ってる。そう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 。あ、ありがとう、デッドさん。応援ありがとう。iPhone で開けた。ワト2ステッカー欲しい。ありがとう、ステアカさん。これはね、安いっすよ。6500円で売ろうと思ってます。和銅ネックレスは6500円で、あ、亀尾さんいらっしゃい。あれ、松さんまで買えたんだ。ネックレスは6500円、ピンバッジが3500円で売ろうと思ってますね。ピンバッジ3500円、ネックレス6500円、ステッカーが28000円で売ろうと思ってますね。あ、そうだね。アンドロイドがダメなのかもしれないね。もしかしたら。まあ、QR コード。仕入れ1500円ぐらい。結構するよ、これ。仕入れは。まあ、原価はあんま言うもんじゃないと思ってるから、ご想像にお任せするけど、これは6500円でネックレス売ろうと思ってますね。あ、リア凸ぜひぜひしてください。1万人リア凸なんで。ステッカーは800円か。800円ぐらいかな。役所に動画送りますね。あ、どうぞどうぞ送ってください。どうぞ送ってください。全然問題ないです。日本全都道府県回りますよ。日本全都道府県回って1万人の人に会いに行くっていうのがこの旅のコンセプトなんで、全都道府県制覇することと1万人制覇すること、問題ないですよ。全然役所に動画送ってください。問題ないですよ。何も全然送っていいですよ。大阪は結構いろんなところもあるんじゃないかな。俺があんまり主要都市がよく理解してないから、コメント読みながらどこ行こうどこ行こうってやろうと思うけど、あそこ行ってみようかな、ここ行ってみようかなってやってみようと思ってる。あ、福岡ぜひぜひ。っていうかもう本当に1万人リア凸達成できないと、できない、あ、なんつうの、無理なんで帰れないんで、ぜひ皆さん協力してください。ステアカさんありがとう。神楽さんお疲れ。てかみんなが来てくれないと俺は家に帰れないっていうね。ただ1万人目は泣くだろうね。移動手段はこだわらない。自転車ではないですね。稽古公園が無難。ほうほうほう。なるほど。ちょっとわかんないからね。地方のどこが有名どころなのかとか。それはみんなに教えてもらうよ。岡山県倉敷市に来てください。倉敷って有名だよね。聞いたことあるよ。岡山は倉敷が結構有名なところなのかな。行く行く、全然。飯塚っていうところなんだ。1万人リア凸ができたら前代未聞だと思うよ。多分本当に大手配信者でも根性あるなって言ってくれると思う。埼玉、群馬に来るなら行きたい。あ、ぜひぜひ、行きます行きます。風船ありがとう、カズくんくんさん。埼玉か千葉来るなら花火1000発打つ。プラス、博多旅行券出そうとか、飛ぶか。あ、アリス、アリス。めちゃめちゃ嬉しいっす。埼玉か千葉、どっちがいいっすかね。まず、僕は、新宿から出たら千葉に向かって、で、茨城、どこだ？千葉、茨城、福島ってこう、登っていって北海道まで行こうと思ってるんですよ。で、北海道で長期滞在して、で、下ってこうかなっていう、青森とか、上の方から。幕張メッセって、イベントで人集まってるイメージあるけどな。どうなんだろう。ローカルな場所なんだ。ダメじゃん。飯塚ダメじゃん。ネオさんはどつ、いらっしゃい。ぜひぜひ、花火。
先発で楽しみにしてます。航空券は欲しいとき、いや、うん。もう航空券はめちゃめちゃ欲しいですね。もう旅始まって支援するよって言われたらもうかなりありがたいですね。移動手段に制限は今回ないんで、フェリーとかいろんなのを使おうと思ってるんで。うん。マチルダさんいらっしゃい。もうガンガン欲しいですね。茨城なんだ。俺はね、千葉の成田市育ちだから、成田が故郷なのね。だから、佐原の方とかバイクでブーンって走って。どこだったかな？水戸だったっけな？近いの。茨城、どこだっけ？その県境のところ、橋、でっかい橋渡ると。カミスだ。カミスっていうところなかったっけ？カミス。カミス市だったかな。茨城ね、水戸まではさすがに行かなかったんだけど、バイクで走るとね、カミスっていうところがあったはずなんだよ。カミスで合ってるかな。そこは行ったことあるね。ただバイクでブーンって走っただけだけど、今旅しやすいよね。うん。だからいろんな人に会いに行って、本当に見聞を広めて、で、もし、ホテルとかね、泊まれる日はホテル泊まるし、お金がない時は野宿するし、まあちょっとお金あるなっていう時は満喫に泊まったりとかして、で、次の日どこ行くって。それも充電しないといけないから。北の方なので水戸が近い。あ、そうなんだ。ちょっと覚えてないんだけど、佐原から奥にずーっと51号ブーンって走って、茨城よく行ったよ。うん、頑張ります。ぜひ皆さん会いに来てください。もし、この旅見届けるっていう人はフォローしていただけると嬉しいんで、ぜひこの放送フォローしていただけると嬉しいです。最後までちゃんとやるかどうか、達成できるかどうか見守っていて、いってください。うん。あ、銀猫さんって生主なの？マジで？自分の枠サボって何やってんだっていう リスナーさんに怒られてますよ。1万人カウントは誰がするの？あのね、テロップにこんな感じで書くね。うん。うん。こんな感じで、あ、ずーっとこういう風に表示させておく感じ。うん、あと何人って。うん。で、こんな感じ？うん。気にするな。今何人？今、千葉県船橋市とか、こういう感じでやろうと思ってる。もうテロップにずっと垂れ流しておくっていうか。うん。これだったらさ、あ、家の近くにいるわーとかさ、今から行ってみようかなーみたいな感じになるじゃん。そう。ボクシングの後じゃなくて、ボクシングの、まあ、4月10日に行って、で、ボクシングの時は戻ってくる感じ。急遽。一旦家で、2週間、3週間ぐらいトレーニングのために戻ってくるって感じかな。うん。これはイベントだからしょうがないから、うん。強化トレーニングします。今ここはつけないかな。バッテリー上がるの早くなっちゃうから、今ここはつけないつもり。自分の中では。新しいフォロワーさん紹介します。エリさんフォローありがとう。ルルさんフォローありがとう。すごいね。ただまあ、これをきっかけに大手になれたら嬉しいなと思ってる。いやいやつけたいけど無理だから、売名ではない。ワドを最近知って好きになった。ああ、嬉しいですね。銀猫さん、そう言ってもらえると。リアトするだけでもカウントされるんだよね。もちろんもちろん。だから画面映りたくない人は、もう遠くから、こうやってやってもらえればいい。ワド！ワドっつって、こうやって。顔ダメって。こうしたら絶対映さないから、俺は。うん。それか、もう近くに来た段階で言うから、俺。顔出し OK ですか？とか。まあ、声はさすがにしょうがないと思うんだよ。リアトツだから。うん。千葉から北なら神奈川終わりの方かな。神奈川、いや、終わりじゃないよね。まず、こう、なんだ。太平洋側からぐーって上に登っていって、日本海側で下っていくっていうのがルートなんだけど、ただ、どこに何日滞在するとかはもうその時の感触で決めようと思ってて、例えば意外とさ、青森の方がリスナーさん多かったら、リアトツね、いっぱい稼ごうってなるじゃん。うん。うん。分かってますよ、銀猫さん。それは。うん。そうそう、マスクしてくれるとかさ。そういうなんか、顔写さないでねってコメントで打ってもらうとか、そしたら配慮できるから、それでやろうと思ってる。子連れなら子供が、ワドリアトツだよって言ってくれたらカウントだね。ワドリアトツだよって言ってくれたらね、子供がね。うん。ワドの放送見たことない人はかわいそうだから、それ不正だろうってなるからさ。
北海道網走？網走って読むんだっけ、これ。北海道の増地感わかんないから。いや、北海道はね、リスナーさんめちゃめちゃいるから、車出してもらおうと思ってんだよね。北海道は実はめちゃめちゃリスナーさん多いから、社長業やってる人何人もいるから、車出してってお願いしようと思ってる。4月10日からですね、もうあと15日後には、もう僕は家を出ますね。旅に出ますね。あとはね、今課題なのはね、カメラを買わないといけないのと、バッテリーを買わないといけないのがあるんですよ。だからもうね、実を言うとなんでこんな金に稼ぎに焦ってるかっていうとね、もうね、あと5、6万稼がないといけないんだよ。その生活余剰分として。ボクシングの方、そうっすね。髪だいぶ伸びたね。サイドは刈ってるんだよ。サイド2ブロックだから、ほら。サイドは短いの。横の部分がね、伸びたんだよ。2ブロックだから。例えば、和道の知ってるの俺だけで、和道を知らない友達を5人連れてきたらカウントされる。されないです。されないです。ただ、和道って知ってるって言って、実はこういう企画やってて協力してくれないって言って、あ、それなら協力するよって言って、その人が、いや、和道リスナーですって言ってくれたらカウントに入れるけど、全く知らない人からすると迷惑じゃん。だから、そういう人はカウントに入れないようにしてる。もう、和道の放送である程度見たことあるとか、名前聞いたことあるぐらいだったらカウントに入れるけど。外に出てすぐに配信なくなる生主いるからな、がっかりさせんねん。いや、俺は逆だよ。もう俺、銀猫さん知らないかもしれないけど、ニコ生時代何時間放送やってたかっていうと、1日13時間以上放送やってたの。寝てる時以外、トイレに行く時もずーっと、寝てる時以外はずーっと放送やってたのよ。だからね、実はね、電波の問題とか、バッテリーさえ整ったらもう24時間ぶん回す気で歩き回ろうと思ってる。俺誰かわかるって聞いた方がわかりやすい。ああ、そうかもね。最初は違和感ありましたが、今は好きです。ありがとう。練習足りてるのか？実はね、肺をこじらせてて1ラウンドも動けなくなっちゃって。今日さっき1週間ぶりに練習行ってみたんですけど、体は体重絞れたんですごくキレはいいんですけど、肺が追いつかないですね。今肺炎になってます。だから生主さんもカウントに入れるよ。生主さんもリスナーさんもカウントに入れる。例えば、だから300人の前で戦うけど300カウントするんじゃなくて、試合が終わった後に、ワド、俺もカウントに入れてって言ってくれた人を入れるって感じかな。じゃあ寝とけよって、さっきも言ったけど、俺配信で飯食ってるんだわ。配信で飯食えないとさ、仕事にならねえんだって。新しいフォロワーさん、エリさんフォローありがとう。少しでも稼ぎたいんだよ。とてつもなく長いですね。来て来て、カメオさん。ドレさん気にしてた。ドレさんからね、今回ドクターストップかかった。明日はとても練習できる状態じゃないって言って、もうそれ絶対肺炎だって言って。だから、本当はね、便所太郎さんも来て練習してもらえる予定だったんだけど、ドレさんが気遣ってくれてドクターストップしてくれました。よく見てる、ドレさん。選手が壊れないようにずっとケアしてくれてますよ。ウッドさんね、ちょっと試合まで万全にしないと。ただね、体重も落ちたし、体はシャープになってたから。ガチャヒロさんいらっしゃい。楽しんでってください。タンタさんこんばんは。そうだね、明日っていうかもう1週間休んでるから不安で不安で、体重は5キロ落としたんで体は軽いっすね。パンチもシャープだった。ただもうね、有酸素運動がダメなんだよね。ドレさん厳しくも優しいですね。本当に。で、全部理にかなってて、ドレさんから教わってることは、なんでこんなことやるんだろうっていうのは一つもない。全部理にかなってる。で、ドレさんの一番すごいところは、無理なことは教えないの。最初気づかないことは教えなくて、ちょっと一週間やったらこれはわかるよっていう順番が的確なんだよ。お、ヤバゾウさんだ。ヤバゾウさんはどつ。俺、メンタル強い方だと思うんだけど。むしろメンタルが売りなんだけど。顔赤い？そう？便所太郎さんも体調不良なんだ。みんな体壊しながらやってるよ。まあ、しょうがないよね。体が資本だし。体張ってかないと、俺らは、ダメだと思ってるから。新しいフォロワーさん、タンタさんフォローありがとう。ドレさんはすごいよ。
暇つぶしで旅配信に本気になるの。そうなんだ。おう。どういうことだろう。ちょっとよくわかんないけど。じゃあ、みんなにとって俺の役割はみんなの暇つぶしをすることじゃん。俺が暇つぶしをするわけじゃないよ。俺は本気になって笑わせたりとか体張るのが俺の仕事だけど、みんなにとっては暇つぶしだよっつってんの。トライパーティー、そういうことね。みんなにとって、ああ、いい暇つぶれたわって。だから嫌な暇のつぶれ方はさせたくないっていうか、和道が一番暇つぶしに持ってこいだなって言わせたいんだよね。最高の暇つぶし、最強のコストパフォーマンスを発揮したいんだよね。今日もいい時間過ごしたわとか、いい映画見た感じの、そういうのあるじゃん。季節の変わり目の喘息じゃないの。あのね、喘息なのか肺炎なのかちょっと俺も分かってないんですよ。もともと喘息も肺炎も持ってて、ヒューヒューね、ちょっともう今日もずっと寝たんだけど、今日直したいと思って、明日日曜日だからと思って、もう20時間ぐらい寝たんだけど、もう寝るに徹するわと思って。バカここありがとう、ミオさん、ありがとう。せっかく体のね、調子が良くて、ね、体もシャープになってきて、腹も引っ込んだからさ、で、腕の筋肉とか太ももの筋肉維持したまま痩せられたから、もう超いいパンチ打てるのに、マジで悔しい、今。病院代に足しになればありがとうございます。吸引ない、今。こう、ってやるやつね。あれ持ってないっす、今。なんでヒカルに謝るの？俺ね、ヒカルくんのこと別に嫌いじゃなくて大好きなんだけど、一個だけ否定してたんだよ。ステッカー販売は出せよって言ってたの。だけど、俺、これから旅するんだけど、4月から。その時に気づかされて、ヒカルくんは自分の配信守るためとか、旅を続けるためにステッカー売ってたんだっていうのをようやく分かったの。だから申し訳ないことしちゃったなと思って。自分がその立場になったら見えてくるものってあるじゃん。あ、なるほどって。ヒカルくんはお金が欲しい人じゃなくて、金してたわけじゃなくて、自分の配信を守るために頑張ってたんだっていうことに気づいたんですよ。だからごめんねって言おうと思って。そう、サーヤさん、そんな感じですね。風船ありがとうございます、銀猫さん。アクオスにしたら。ガチャヒロさん、ハート2個ありがとう。ありがとうございます、いつもみんな。応援してくれてありがとう。最低やな、ワド。そうだね、最低だよね。あ、明日。まあ、枠でさ、誤解を与えるようなこと言ってたから、だから、まあ、とりあえず俺が間違ってたっていうことを説明して、明日謝ろうと思ってる。もう寝てるんだって。チャンピンがさっきコメントくれた。愛の言葉さん、こんばんは。よろしくお願いします。俺、ヒカルくんステッカー買ったよ。配信頑張っててっていう意味。だよね。だから俺が間違ってたと思ってる。つみきちゃん、風船100個ありがとう。そう。彼の方が貪欲だったよね、配信に。アイコスか。まあ、だから、俺は自分で配信、ステッカーね、売るときは、そんなプライドねえから俺引退するよって言ってたけど、俺、今、ステッカー売ってても、その旅配信続けたいと思ってて、だから、明日、ヒカル君に謝ろうと思ってて、で、ヒカル君が、ああ、そんな気にしなくていいよって言ってくれたら、ステッカー販売しようかなと思ってる。ゆうすけさん、花火ありがとうございます。ありがとう。ゆうすけさん、いつもありがとう。そう。でも、ヒカルくんが、いや、ふざけんなよ。そんなん引退しろよって。言ってる、吐いた唾飲めねえじゃねえかよって言ってきたら、もう本当にグーの音も出ないから、俺は引退したくないから、ステッカー販売やめる。ちゃんと謝ってヒカルも青山もう好きやから、和道さんステッカーあるなら買うよ。ただまあ、ヒカルくん次第だなと思ってて。吐いた唾飲めないからさ。ヒカルくんが気にすんなって言ったら、堂々とね、あ、ヒカルくん許してくれたよって、ありがとうって言って売ろうと思うけど、俺はもうヒカルくん名指しで否定しちゃってたから、本人の目の前でも言ってたし、で、明らかに俺が間違ってたって今、それが俺の考えだから、やっぱダメだと思ったこととかは認めていかないとなって。自分が気づけてなかったり間違ったりしたら男らしくないじゃん。あ、ヒカルくんのステージに立ってなかったわって。ヒカルくんの苦労を分かってなかったわって。ごめんねって言おうと思ってて、明日。みんな必死になってやってるんだっていうのに気づけたんだよね。私も小児喘息やったから喘息きついよね。早めに病院行きだね。それがね、今ね、売り上げが落ちてて、国民健康保険さ、俺生活保護抜けたばっかりだから、まだ切り替えてなくて、保険証持ってないんだよ。
だから病院に行けないっていうのがあるんだよね。うん、ヒカル君は許してくれると思うけど、もし万が一ふざけんなって、俺も結構きつく言ったから、ダセーとか、ステッカー販売なんかやめちゃまえとか、結構きつめに言ったから、そう。そこはね、本当に申し訳ないと思ってる。うん。だから、ね、明日電話するけど、ワドが本当反省してたよっていうのは伝えてもらえると嬉しいですね。ヒカル君のリスナーさんいる？ヒカル君リスナーさん手挙げて、ちょっと。もしいたら、ワド本当に反省してたよって、ちょっと伝えてもらえると嬉しいです。ちゃんと自分からも言うけど、電話するけど。なんか誤解があったら嫌だなと思って。都内は喘息治療費タダなんだよな。え？そうなの？ああ、いるんですね。ああ、よろしくお願いします。ちょっと本当にヒカル君には、なんか俺のリスナーに誤解与えるようなこと言っちゃってたんで。俺が完全に間違えてた。ありがとう、みんな。うん、ヒカル君は、ただ配信を頑張るためにやってただけっていうの今分かったからさ。俺が間違ってたよ、今回は。そう。なんか俺は、金欲しいから、なんか、子供騙してステッカー売ってんだろぐらいにしか思ってなかったけど、違かったんだよね。そうだね、国民健康保険作んないとね。あの病院？俺新宿ですけど、あの病院ってなんだろう。新宿ですよ。うん。だ、ドレさんにも言われた。旅に出るのにお前保険持ってねえってどういうことだよって お前破天荒すぎるわって笑われたよ、メールで わのお前破天荒かお前はって。うん。旅で一番大事なのは保険証だろっつって。お前保険証持ってかないで行くつもりだったのっつって。はーいっつって。うん。支払いは後なんだ。うん。ちょっと手続きします。ただ、仕事だから4月に入ってからになっちゃうかもしれないけど。いろいろ気づきがあるね、やっぱり。保険証大事だよね、よく考えたらね。旅先で倒れたらどうするつもりだったんだろうね、俺。死んじゃうよ、本当に。喘息都内はただ重病なら。あ、そうなんですか。へえ。そういや、喘息は口外指定で治療費ただって聞いたことある。マジで？あ、知らなかったわ。うん、ドレさん、ケアは完璧っすよ、おかずレーザーさん。お金なくても作れる。うん。俺の知識不足だった。ちょっと保険証にビビってたわ。保険証をビビってた。完全に。ちゃんと保険証作ります。うん。こんばんは。わかめさんいらっしゃい。こんばんは。俺も喘息だから都内に住所持ってる。マジっすか？ちょっと調べてみますね。うん、国民保険ね、後払いなのかな？うん、口外認定。あとでネットで調べようか、ちょっと。体が資本っすね、配信は。まあ、配信はっつうか、何事もそうだけど、体が全てだなってほんと気づかされた。ブドウ糖先輩いらっしゃい。保険証ができるまでの間使える書類みたいなのがあって、即日もらえるはず。でも平日ですよね。平日じゃないとダメだよね。ワカメさんお久しぶりです。どうもどうも。来てくれてありがとう。喘 息なのか肺炎なのか全然わかんないけど。というか、体はやばいっすね。うん。そうだね。無理しないでやってかないと。まあ、ヒカル君もね、男気ある男だから、大丈夫だと思うけど。そんなことで、ぐだぐだ言わないと思うけどね。国民健康保険は分割できるし病院行ってきなよ。そうだね。ちょっとまずいね、これは。一週間ほっときゃ治ると思ってたけど、全然治んねえんだもん。悪化する一方だよ。体力はあるのにさ、呼吸ができないからっつってさ、運動が、肺って大事だな、本当に。
こんな走ることもできないしさ、縄跳びもできないし、筋トレもできないよ、ほんと。ほんと体は資本だわ。肺炎は抗生物質必要。あ、そうなんですね。いろいろね、彼女っていうか、まあ、リスナーさんが、遊びに来てくれて、ドリンクとかいっぱい持ってきてくれたんだけど、栄養ドリンクとか。それ飲んでなんとかしのいでる感じかな。でも、ふわっちリスナーさんほんと増えたよね。ふわっち今激アツだと思う。ちなみに喘息アレルギー過敏症であって、肺炎は過敏症による炎症、喘息に至りよったり。多分ね、俺喘息はもともと持ってるんですよ。それが悪化して、今肺炎までなりかけてると思ってますね。多分肺炎になってます。要は喘息が悪化して炎症が起きてるっていう状態になってるの。小児喘息はもともとずっと入退院繰り返してたんで。そう。だからね、なんか、そう、スタミナが切れてると思われてんのがすごい嫌で、トレーニングしてても。スタミナはね、走り込んでたんで、まだあるんですよ。ただ、ちょっと、様子がおかしいっていう。熱もね、気だるさもないから、風邪はもう治ってると思うんだけど、もう、膿が出るんだよね。痰が絡んだりとか。ごめんね、聞き取りづらい配信で。申し訳ない。気になる咳の音。なんかやっぱりヒューヒュー、呼吸音がヒューヒュー言ってたりとか、咳の誤報っていう奥の方からする。血も吐いたしね、一回。黙ってたんだけど、さすがにバレたよね。匿名さん花火ありがとうございます。ありがとう。助かります。ありがとう。匿名さんありがとう。明日一病院行かなきゃ、保険証持って行けば実質分返ってくるから。いや、月曜日行くよ。さあ、寝ても悪くなるからびっくりだよ。あんまり良くならないね。こじらせてるってこういうこと言うんだなっていう。まさに今俺こじらせてますよ。ありがとね。みんな心配してくれて大好きだよ。みんななんだかんだ言って優しいかんな。ゆうすけさん、ありがとう。ゆうすけさん、風船20個ありがとう。喘息の人がマラソン大会するたびに呼吸増えてアレルギー干渉になる。だから苦しくなる。明日日曜日だからさ。そうそう。なんだろうな、ここ。ネバネバ。なんだろう、これ。すげえ。ネバつきがあるんだよな。これ、取りたいな。なんでこんな粘るんだろう。ちょっと雑巾ふい絞ってくるわ。れ、のんた起きてたの？寝ないの？寝るよ。今日俺配信ぶん回すよ。でもほら、配信で稼がないとさ。大好きな配信続けないと。レントゲン撮ると肺が真っ白る。マジで。あ、午後微熱出ますね、ブドウ糖先輩。今日はロングでやろうと思ったら配信。俺はね。のんたん彼女さん。リスナーさん。のんたん元カノ。前付き合ってたの。
ロンタン、そちらに綿棒1本あるかな。水分取ると止まるらしい。ありがとう。サンキュー。ノンタンとユン、別れたまんまだよ。俺の喘息見かねて、看病しに来てくれたらしい。薬とか持って、ずっと看病してくれてた。起きたらノンタンいた。ノンタン、めっちゃいい子。で、こんなベタベタするんだろう。水分取ってるよ、いっぱい。水分いっぱい取ってるよ。結婚、まあ内縁の妻みたいな感じで、籍は入れてないですね。俺はもう彼女は作らないから、配信者は彼女作ったらダメだ。目なしぐさだから。いやー、ダメだよ。大手配信者でうまくいってるカップル見たことないもん。いや、もう20時間ぐらい寝て起きたばっかだから、眠くはないんですよ。ずっと寝てたから、土曜日は。だからね、誰もできてないってことはうまくいかないんだよ。まあ、簡単に言うと配信と私どっちが大事なよのようだね。厳密に言うとそうじゃないんだけど、簡単に言うとそういうことだね。タバコ吸ってますよ。ヘビースモーカーです、僕は。タバコ大好き、大好き一個ですね。タバコをこよなく愛します。蓄膿症にもなりそう。 まあしょうがないな、それは。いやー、タバコはやめる気がないですね。タバコで死んでも本望だと思ってるんで、本当にタバコだけはやめる気が全然ない、俺は。タバコアイコスに変えてほしい。あれなんだっけ、タールが入ってないんだっけ。確かタールがゼロなんだよね。合ってるよね、それで。気管支炎だと自然治癒したとしても肺に傷が一生残る。マジか。まあ、なんとかなるでしょう。なんか、でもね、ここ一週間ね、クマがすごくて、もう、なんかクマが全然取れなくておかしいなぁとは思ってたんだよね。ニコチンとタールは全然違うよ。タールっていうのは、黄色くなるやつあるじゃん。ネバネバしたやつ。要はタバコの嫌な匂いとか、臭い匂いとか、壁にこびりつくなんか、ヤニっていう、そのヤニってやつよ。あれがタール。まあ寿命縮めてもね、全然しょうがないと思ってるから。
しょうがないと思ってるよ。ただこの灰はね、直さないと戦えないですね、本当に。ファイターとして一番ダメな状態。ファイターっていうか、まず、普通に病人だよね。戦うとかじゃなくて、普通に生活するのがきついレベルだから。ちょっと残念な状態になってる。まあそうだよね、子供にはタバコ絶対吸わせないよね。試合までやめなよ。いや、俺は試合まで全然スースー。もともとね、タバコはやめないっていうのは結構ポリシーだったんですよ。タバコを吸わないことによるストレスの方がでかいから、楽しくやりたいんですよ。ありがとう、ミオさん。ありがとうね、体まで気遣ってくれて。すげえ嬉しいよ。頑張ります。充電しよう。吸わないストレスはね、タバコ吸ってる人だったらわかるよ。死んだ方がマシじゃんっていう。タバコ吸わないぐらいだったら死んだ方がマシって本気で思ってるからね。JT に騙されてる。いや、全然いいんだよ。なんつうの？いいんだよ、全然。騙されてるっつうか、好きで吸ってんだ。しかも俺が吸ってるタバコ、JT のタバコじゃないから。屋が汚ねえな。え、のんたん、充電器がないんだけど、パソコン。のんたん、充電器がないんだけど、ここがないんだけど。お酒は俺は飲まない、一滴も。でも使ってたよね、それ。使ってないよ。使ってないよね。入ってる。あった。これは違うよね。何それ、見せて。これでも合ってるんだけど、これでも合ってるっちゃ合ってるんだけど、もう一個配線があったはずなんだよ。飲んだ、はい。タバコは全然俺一理あると思ってるよ。タバコってみんな知らないかもしんないけど、子宮がんがなくなるんですよ。だから子宮がんの人とか特定の人にね、タバコは薬だって言ってた時代があるんですよ。で、俺はタバコで寿命が伸びると思ってるんで。ないよね。あった。これか。これ。や、違うわ。あっちについてない。
ついてないよ。だって俺箱から出してまだ10年1回もしてないんだもん。のんたんからお金払って、のんたんにお金渡してその箱から出しただけなの。のんたんが整えたな。全然いじってないよ。これしかもらってないですよ。 USB ここのコンセントを挿すやつ、いやないよ。なんでないの。違う、俺もないと充電できないんだけど、コンセントとここの部分がない。ないと困っちゃうな。充電できないかな。参ったな。どうしよう。いや、パイプにしないよ。そういうコメントもストレスだからやめてもらいたいんだよね。タバコは吸うよ。うん。別に誰に迷惑かけてるわけでもないから。好きで金払って吸ってるのになんで怒られないといけないんだっていう。タバコはやめる気ないよ、俺は。悪いけど。うん。心配してくれてるのは嬉しいけどね。うん。減らしてください。いや、それも考えてない。全然俺肺がんで死んでもいいと思ってるから。こっち側はないよ。
だって俺袋から出してバッグに入れてたんだよ。で、バッグから出しただけだから。それ、のんたんに渡してるよ、俺。返すときに。いや、だってコンセントから抜いてるよ。ないと返せないじゃん。飲んだこれ、かたして。あ、飲んだごめん、俺つけっぱにしてたわ。申し訳ない。俺が間違ってた。さっきの貸して。ごめん。俺が差しっぱにして、のんたに返すの忘れてたわ。ごめんね、のんた。ステゴロのチケットの名前書いてあったので、どんな方かと。ああ、ありがとうございます。和道と申します。よろしくお願いします。テルチャンピンと対戦する和道です。もし試合まででもいいんで、興味湧いたらフォローしていただけると嬉しいんで、のりたんさんよろしくお願いします。のりたんさんはもともと便所リスナーさんですかね。当日もし声かけていただけると嬉しいです。ステゴロっていうのはね、もともとこのね、グラップラーバギで有名なんですけど、このね、花山薫っていう選手がいる、まあ、ファイターがいるんですけど、この人の得意技が、得意技っていうか、ファイトスタイルが捨て頃って言うんですよ。漢字で書くとね、素手の喧嘩って書くの。ゴロっていうのは喧嘩なのね。漢字で書くと、ゴロっていうのは喧嘩で、素手だけでファイトをすることを捨て頃。要は素手の喧嘩って意味です。捨て頃。ヤクザの用語ですね。要は武器を一切、使わないよっていう喧嘩スタイル。いや、鉄砲使ったり、ドス使ったりとかしないで、捨て頃だったら花山っていう。全然、アイコスにして、体のキレが取り戻ったのはそれでいいと思うよ。俺はタバコはやめる気ない、全然。タバコは吸ってない。そう。だから素手での殴り合い。だから、ポスターに書いてあるのが、ここにね、バールなし、ピッケルなしって書いてあるじゃん。バールなし、ピッケルなし、包丁なしっていうのは、捨て頃だよっていう。要は素手で喧嘩するんだよっていう。そういう意味です。それの前振りですね。そう、ピッケルなしって書いてあるんだよ、これ。包丁なしのタイマンバトル。バールなし、ピッケルなし。チェーンソーなしって。竹本と鶴之進とうなちゃんのことだけどね、これ。ピッケルっていうのは山登るときの武器みたいなやつね。一日一泊っすね、僕は。一日一泊ペースですね。平均すると。それ以上もそれ以下もあんまない。ピッケルっていうのは、岩を砕いたりとかするのもピッケルだよね。だから、ツルハシみたいなやつ。よく、ロッククライマーとかが、ガッて岩に引っ掛けるのをピッケルって言うんだよ。だから、ツルハシのこともピッケルって言うのかな。そうっすね。そんなに多くないかもしれないっす。
ずっとアメスピじゃなくて、俺はマルボロのメンソールをずっと吸ってたね。で、やめろやめろってすごい言われたのよ。で、俺は自分の都合でマルボロは吸うって言ってたのね。で、他のタバコにも変える気ないって言ってたんだけど、一回だけ論破されたことがあったの。一回だけ、そのリスナーさんに論破されて、JT のタバコのことお前知らないからそういうこと言えんだよって。で、どういうことって言ったら、世界中で使われてる農薬ってあるでしょ？それの3分の1はタバコに使われてるの。で、農薬が土壌汚染するの分かるだろうっつって、あ、分かるわって言って。で、お前の体がどうなろうと知ったこっちゃないと。だけど、お前は今後地球を汚してるんだって言われた時に、それは良くないねって認めたの。その時に、そのリスナーさんが言ってくれたのは、ちょっと値段が50円とか高くなるけど、アメリカンスピリットっていう会社は、農薬を使ってないと。だから土壌が汚れないので有名なタバコだから、せめてそっちに変えてくんねえかって言われたのね。で、俺はそのタバコを吸うようになったね。要は、タバコで肺がんになろうが何しようが俺の勝手だけど、結局地球を汚すのはちげえなって思って。そう。初めてそのタバコの件で論破されたの、そこ。だから、アイコスにしないって言ってるのも、その JT のタバコだからなんだよ。うん。そう、そんな感じ。うん。そうそう。自分の都合で自分がさ、悪くなろうが良くなろうが全然関係ないけど。アイコス JT じゃないんだ。アメスピうまいっすよ。あと俺はタバコは寿命が伸びるっていうのが説は採用してるね。俺は。フィリップ・モリスなんだ。へえ。アイコス。すごいね。へえ。マルボロとかなかったっけ？アイコスって。マルボロ販売してなかった。マルボロ販売してなかった。それってさ、アイコスのカートリッジっていうか、そのリキッドっていうの、なんかその機械の部分がフィリップ・モリスのだけなんじゃないの？マルボロでしょ？マルボロって農薬バリバリ使ってない。アメスピは長く吸えますね。増粘剤っていうのを使ってないんですよ。市販で売ってるタバコとかってさ、増炎剤って言って燃えやすくするためのやつが3分の1ぐらい入ってるし、人工ニコチンつってバルブって言ってさ、ニコチンを抽出した葉っぱを紙に変えるんだよ。そこに自己チンをニコチンを再抽出す染み込ませるんだよね。だからね、味が均一なのよ。あ、マルボロってフィリップ・モリスの子会社なんだ。知らなかったわ。うん、廃業大事にしてください。ありがとう。認知症になりにくいって噂で聞いたことあるな。俺は、寿命が伸びると思ってるね。喫煙者は寿命が伸びると思ってる。マルボロフィリップ・モリスなんだ。知らなかったわ。初めて知った。俺は、タバコは、長生きすると思ってるね。初見さんいらっしゃい、みけさん。楽しんでってください。ワードです。よろしくお願いします。タバコはまあ火事あるよね。火使うわけだから。俺は喫煙者は寿命が伸びるっていう説を採用してるのね。うん。まあまあ、それぞれいろんな考え方があるからさ、全然これが正しい、あれが正しいとかないと思うけど。俺は今日は寝ないでずっと配信しようかなと思って、リスワン撮りたいなと思ってるから。平日もう仕事だから、もう撮れる機会今日しかないから、今日は頑張ろうかなと思ってる、リスワン。アイラがちょっと頑張って、もうすでに3000人だから、まあアイラと戦うことになるのちょっとやだなと思ってるけど。うん、アイラは今日リスワン狙ってるはずだから、確実に。この、なんか、爆走って大丈夫っていうタイトルを見るとわかるけど。うん。だから、うん、そうそう、リスワン取れる最後のチャンスだから、俺は今日は頑張るね。うん。まあ、アイラともう2000差ついてるから、ちょっとやりづらいなと思ってるけど、まあ、アイラは多分、まあ、ずっと24時間起きてることできないと思うけど、俺はできるから。うん。
だアイラと戦う宣言だよね、今日は。まあ、アイラは取る気あんのかどうかわかんないけど。そうそう、ツバニャンのことね。だから明らかに売名タイトルだからね、あ、狙ってるのかなと思うけど。それは、アイラに聞いてみようと思うけどね。どうなんだろうね。アイラは取る気なのかな。っていうかあれだね。今日もう3時なのに閲覧減らないね。むしろ閲覧増えるね。なんだろうね。リスナーの数が爆発的に増えたよね。配信者も100人超えてるからな。流れ来てるよな、ふわっち。頑張るよ。ありがとう、このみ。釣られて見に行った。 なんだろうね。来てるね、流れ来てるね、完全にふわっち。すごい流れ来てると思うよ。俺はもう本当に、まあずっと前から言ってるけど、ニコ生とツイキャスを2年以内に超えてナンバーワンサイトになると思ってるね、ふわっちは。で、その条件は全部整ったと思ってて、あとはもう、場数踏むしかないっていう。もう配信者は勢ぞろいしたから、名のある配信者は。だふわっちね、リスワンも、もうなんか、ね、キャスとかニコ生から大手が流れ込んできて流れ変わってるし、正直もう、あれだよ、こっからふわっち始めようっていう人はもう先がないと思ってる、俺は。いや、やっちょがね、宣伝っていうのはもうだいぶ初期の頃だよね。初期からやってるから、新やっちょは。そうそう、かつてのニコ生の面々がもう勢ぞろいしてるから、あと、キャスの大手も入り組んでるから、今一番熱いサイトはふわっちだよね。キャスとツイキャスのニコ生の壁をさ、ぶっ壊したと思ってる。今一番熱いサイトはふわっちだと思ってるね。ね、いいよね。このチップで生活するっていうかさ、チップで食っていけるっていうかさ、配信者が稼げるサイトって今までなかったじゃん。FC2 はあったけど、なんかアダルトサイトのイメージが強くてみんなやらなかったんだよね。うなちゃんマン結構最初の頃からやってたね。もっと早くに流行ると思ってた。そう、でもまだ立ち上げて1年ちょいぐらいだよ、このサイト。おやすみ。頑張ってね、このみん。おやすみ。来てくれてありがとう。まだまだこれから伸びていくサイトだと思ってるけど。伸びしろだらけでしょ、むしろ。いやいや、いつもありがとう。みんなが見てくれて俺があるから。好みありがとね。嬉しいです、そう言っていただけると。セブンは今日フワッチでアイテムもらって、みんな心からありがとうなんて言ってないって言ってた。おお、まあそれはセブンさんの考え方なんじゃないかな。俺はなんか食ってけるっていうのは本当夢に思ってたから、3年間もさ、ずっとさ、配信で食いたい食いたいっつってたけど、やっぱ難しかったんだよ。俺は、ふわっちがなかったら、こんなさ、配信だけで1本でバイトも辞めて、生活保護も抜けてって考えられなかったから、本当感謝してるよ。まあ、その感謝してない人もいるっていうのは事実かもしんないけど、それは人によって、全員が全員っていうのは極論すぎると思うけどな。それはなんだろう、セブンさんが、そう思ってるっていうだけで、それはなんかちょっと浅い見解なんじゃないかなって思うよ。感謝してる人はいっぱいいると思うよ。俺今ね、バイトやって、もともとね、去年まで生活保護だったんだけど、生活保護を抜けられて、1月の1日に、ふわっちの収入が増えてきて。脱税で生活保護打ち切られた？え、どういうこと？ 外の仕事はね、今月いっぱいで辞めるんで、これからふわっち一本で食べていくことになりますね。でもそこまで、来れたのは、ふわっちのおかげだと思ってるよ。
反射しないとね。バレてるっていうのは全然意味がわかんないんだけど。俺、脱税もしてないし生活保護切られたっていうのはどういうことなのかなっていうのは全然よくわかんないんだけど。それはあなたがそう思ってるだけなんじゃないの？やっぱりチップが一番負担かかんないから。反託に乗ってき、ん？反、反託に乗ってき、乗ってきですよ。ちょっとよくわかんないけど。じゃあ、生活保護の不正受給について次は語りますか。あんた国の敵ですよ。俺は別に国が敵だと思ったことないけどな。新しいフォロワーさん、のりたんさん、よっささん、フォローありがとう。ぜひぜひまた見に来てください。フォローありがとう。ある程度、その稼ぎが増えていくと生活保護っていうのは卒業するっていう。で、2種類あるんだけど、停止と廃止っていう2つあるんですよ。停止処分、廃止処分っていうんだけど。で、俺は廃止処分を選んだのね。本当はね、停止処分が一番、要は生活がダメになった時また戻れるっていうさ。カス見つけたら、ボコる派は。生活保護っていうのはあくまでその所得が低い人は全員受け取れる制度だから、その所得が低い人、所得が上がってきたら抜けてくださいねっていう国の制度なんだよ。じゃあ次枠は生活保護について語ろうか、じゃあ。車乗れないとか聞くけど、そうなん。まあ東京だとね、車は必要ないから、まあ東京都内で生活保護で車乗ってるっていう人はいないと思う。ただ田舎の方だと働くときに車が必要な人とかいるから、車全員が乗れないっていうわけじゃないよ。地方の人だと車ないと仕事に行けなかったりするじゃん。いつまで配信するの？今日は一日分回そうかなとか思ってるね。リスワン取りたいんですよ。そういうこと。労働しないとステッカー作ったりするお金どうしますか？ステッカー作るお金とかどうするか、なんとか工面してね、やろうと思ってるけど。俺今働いてるよ。働いてる。デニスさん。月いくら？月6万だね。バイト。それと、YouTube の収入が数万円と、あと、ふわっちの収入がいくらぐらいかな。20万いかないぐらいだね。じゃあ、トータル30ぐらいかな。収入的に言うと。1000枚は作る。いや、500枚ぐらいじゃないかな。わかんないけど。メガネかけてるよ、俺。今外してるだけで。生ポって後から返す。基本的には返すっていう制度ではないですね。基本的には全部もらえるっていう。メガネの方がいい。メガネかけない方がいいっていう人と、メガネかけてるといいよっていう人、両方いるんだよね。2種類いるよ。ない方がいい。割れるんだよね、メガネに関しては。どっちがいいかっていうのが。いや、知的に見せたいとかじゃないよ。目悪いからかけてるんだけど。全員が全員買ってもらえるわけじゃないから、赤字になっちゃったら意味ないしね。
その年で生活保護ってもらえるんだね。若い人も全然いますよ。やっぱり年配の人が多いですけどね、生活保護の人は。人数で言ったら。あ、働いてましたもん、僕。働きながらもらってたんで。あと、働けない時期っていうのもあったんですけど、精神障害者なんですよ、僕が。で、ドクターストップがかかって、働いたらダメって言われてたんで、働けって言われることはなかったんですけど、自分からお医者さんに頼んで、社会復帰したいんで、早く働かせてくださいって言って、仕事探してましたね。そんな感じですね。カエルさんはどついらっしゃい。カエルさんいらっしゃい。ワドツです。捕まったことあるよ、俺。メガネかけたら牛島くんみたい。牛島くん全然意識してないんだけどね。漫画も1話しか読んだことないし。苦手ですね、僕は牛島くん。よく言われるんだけど。全然意識してない。あんまりね、好きな話じゃなかったですね。なんか人を不幸にする話ってあんまり好きじゃないんですよ。和製ジャンルの。ジョン・レノンとかジャン・レノとかよく言われますけどね。あんたイケメンじゃないでしょ。サブちゃんよく言うよね、それね。そう。だからね、詐欺師詐欺師って言われんね、俺。メガネが丸いから。ひどい時なんかジャン・レノンって言われるから、ね。ジョン・レノンでもジャン・レノンでもなくて、ジャン・レノンだからね。誰だよってなるよね。あ、そうなんだ。精神障害者2級以上の人すべて医療費が無料に。へえ、知らなかった。全然知らなかったわ。あ、そうなんだ。へえ。それ本当なの？名古屋はね、なんか福祉が手厚いっていうのは結構有名な話で、俺も聞いたことあるんだよ。地獄少女、あんまりね、暗い話とかヤンキー系の話が苦手で、俺はね、そういう漫画とかは一切読まないですね。そういうのは、読まないですね。苦手なんですよ。なんか、ハッピーになる話の方が好きなんですよね。名古屋はそうなんだ。へえ。名古屋はね、福祉手厚いのは結構、福祉業界では有名な話なんですよ。バッドエンドの映画とか好き。ああ、映画か。バッドエンドっていうか、なんか最近の漫画っていうか、アニメとか映画もそうなんだけど、なんか人の不幸を大々的に取り扱う系の話題ってあるじゃん。もうバッドエンドとかじゃなくて、もうストーリー自体がバッドみたいな。バッドのことを、えぐいことをリアルだっていう風に。俺は漫画とか、その創作物はファンタジーでいいと思ってて。バッドエンドは別に嫌いじゃないですけど、そうじゃなくて、なんか、バットそのものを取り上げるのがリアリティだみたいな風潮があんまり好きじゃないかな。なんか、後味悪いじゃん、読んでて。それがね、すごい嫌なんだよね。なんか、ね、現実逃避がしたくて漫画読んでるのに、なんか、現実の嫌な部分とか見せられてもなぁ、みたいな。それがね、すごい嫌なんだよね。えぐいの、そう。人の不幸を話題にするのがあんまり好きじゃない、俺は。えぐいなぁとか思って。そう、牛島くんすごい、1話読んで、なんかパチンコ屋で、なんかフェラチオするおばさんの話だったんだけど、金がなくて。なんか嫌だなぁと思って。えぐかったんだよね。もう見てらんないみたいな。
まあリアルでそういうの取材とか徹底してやってるんだろうなっていうのは印象として受けたんだけど、これ見れねえわみたいな。 それがねうざかったんだよね。結構えぐいよね。もう1話で俺ダメだと思ったもん。これ漫画大好きだからかなり結構読むんだけど、なんかそれをオブラートに包んで本質を伝えるのがいいんだけど、もうド直球じゃん牛島くんって。多分人殺す話とかも出てくるだろうし、裏社会の話とかえぐい話バンバン出てくるだろうなと思って、ジャブでこれかよみたいな。1話目のつかみでこんなにえぐいのかよと思って、俺はもうダメだった1話で。もう買わないし読まないし見ないっていう。これは社会的に悪影響、あれかっこいいと思っちゃうからね。カイジはだからそれをうまくオブラートに包んでるじゃん。オブラートっていうかファンタジーに切り替えてるから、それで俺はいいなっていうふうに思いましたね。牛島くんはなぜ人気あると思いますか？だからそういう部分をうまくえぐい描いてるからじゃないかな。うまく描けてるからだと思うよ。 面白いんでしょ、見てる人からすると。ああなるほどって。利根川の本、あ、利根川面白いらしいよね、スピンオフのね。めちゃめちゃ面白いって聞いた。スピンオフの方が面白いんじゃねえかっていう。利根川まだ読んでないんだよね。南の帝王。あ、だから南の帝王は俺はそんなに嫌いじゃないの。あくまでやっぱその漫画に収めてると思ってて、すごいいい終わり方するんだよね。俺は好きだよ。俺はすごい好き。南の帝王は。なんだかんだ人情ものっていうかさ。うまくその隠さないといけないと思ってて、子供が読む。白龍とか読んだことない。俺ね、アウトロー系の漫画あんま読まないんだよ。クローズとかワーストとかも実はあんま好きじゃなくて、なんか暴力を肯定してるだけにしか見れなくて、なんかね、かっこつけて、なんかセリフとかもいいとか言うけど、全部読んだんだけど、なんかヤンキーの人が人を殴るのを正当化してるようにしか見えなかったんだよね。全然かっこよくねえと思っちゃって。俺は苦手だったね、なんか。結局殴るんでしょみたいな。あれ DV 肯定だと思ってるから。そう。なんか、だからもうノリがヤンキーだと思ってるから、あの辺に関しては。結局かっこいい、殴っていいんだっていう。いじめられっ子はそんなこと思わないからね、殴られた方は。だから俺は苦手だったね。クローズとワーストとか読んで憧れるとかはなかった。これっていじめっ子の理論だよねって思ったね。まあそれで、まあだからほら、ワーストとかクローズとか読んでるのって漫画読まないそうじゃん。漫画普段読まないけど、ヤンキー漫画だけ読むそうじゃん。俺はだからあんまり、なんか別にそこにファンがいるのはわかるけど、その人たちとはあんま趣味が合わないっていうか。でも殴るんでしょうっていう。 そう。でも戦争するんでしょうっていう。俺の一押しの漫画はね、まあ古谷実作品がすごい好きなのもあるんだけど、最近リスナーさんから教えてもらったので抜群に面白かったのは、わたもて。俺こういうなんか萌え系っていうか、こういうタッチの漫画避けてたんだよ。だけどこれは作家性がすごく強くて、めちゃめちゃ腹抱えて笑う。あと、四つ鳩とかも面白いし。あと、好きなジャンルで言ったら、ボーイズ・オン・ザ・ランとかめちゃめちゃ面白いね、これ。これボクシング漫画なんだよ。だけど、ボクシング漫画なのに、プロボクサーも目指さなければ世界チャンピオンも目指さないっていう、すごい面白い漫画で、ボクシングを主題とするんだけど、全然そのトレーニングに励むとかじゃないんだよね。恋愛漫画に近いんだよ。これは傑作ですね、ボーイズ・オン・ザ・ラン。そう。これは終わりも良かった、ボーイズ・オン・ザ・ラン。で、特におすすめなのが、少女漫画あんま好きじゃないですね。僕らのっていうの。これはもう大絶賛ですね。これ面白い。僕らのはもう本当に考えさせられるし、これはもう天才だね。僕らのは。これはやばいよ。えぐいよ、これは。綿もて超面白いよ。綿もて読んでなんで鬱になるの？全然腹抱えて笑うでしょ。なんで鬱になんの、またモテで。笑いの要素しかないけどね。
どこが気に食わなかったの？全然わかんない。笑いの要素しかないよ。自分と被るところがあったの？まあ僕らのだけ抑えてもらえれば結構ありなんじゃないかなと思うね。僕らのは本当に面白いよ。第4巻まで読んだらもうなんだこの話みたいな。そう、概要語ってもいいですか？ネタバレしてもいいんだったら全然語るけど、僕らのの。アニメはクソ。もうストーリーが改変されすぎてて、原作がクラッシュされてるから、アニメは見なくていい。もう原作がえぐいから。アニメはダメ。ストーリー改変しすぎ。要はこの話の超えぐいところを全部カットしちゃってんだよね。ちょっとハッピーエンドにしちゃってるんですよ。もしね、ネタバレ全然大丈夫だったら、これの概要を話しますよ。最終兵器彼女好きな人は多分ね、これすごい好きだと思うよ。ちょっとトイレ行ってくる。寝ていいよ。電気消す？いや、飲んだんと復元してないっすよ。僕はもう配信では彼女作らないっていうのは決めたことなんで、復元はしてないよ。おやすみ、みよさん。おやすみなさい。また明日。そうだ、サムネイル新しくしようと思ってんだよね。サムネをね、新しくしたいなと思ってて、写真加工しないと。フォトショップまたいじくり回しますよ、僕は。骨格がちょっと俺のと違うんだよね。軽く1巻だけ読んでみた。あった？ネットに落ちてた？あれはね、4巻まで読まないと面白くないよ。4巻まで読むと、いかにえぐい話かわかる。めちゃめちゃ辛い話だから。涙っつうかもう泣けもしないっていうか。かっこいいの期待します。いや、今あるやつにね、改良をするだけですよ。改良をするだけ。
あのね、3、4巻ぐらいになるともう止まらないんだよ。1巻だと触りっていうか、つかみだけなんだよね、最後の。軽く、ネタバレ OK だったら話すけど、みんなネタバレ OK なの？どうなの？フリーブックスって言うんだ。ネタバレ OK だったら、全然話すけど。ネタバレ嫌な人もいるから、どう？僕らの語っていいの？俺。喋っちゃっていいんすか？どうなの？みんな的には喋ってほしいのか、喋らない方がいいのかわかんないから。僕らのは4巻、5巻みたいな。OK？ サブちゃん OK？ じゃあ今から話すよ。いい？そもそも、なんつうのかな、夏休みとかにさ、子供たちが、みんなが集まって、なんとか学校みたいなのやるじゃん。寝泊まりをして、みんなで勉強して交流を図るみたいな。そこに集まった、何年生だったっけな？何年生だったっけな？何年生だっけ？すごい小さい男の子たちの話なんだけど、中学1年生だ。中学1年生たちが集まって、洞窟に行くんですよ。冒険しようって言って。で、洞窟の中にハイパーコンピューターがいっぱいあって、大人が一人いるの。で、なんだこれなんだこれって、秘密基地だって言ってたら、その大人の人が、僕と一緒に地球を救うゲームをしないかっていう提案をされるの。で、みんな興奮して、やろうやろうって言って。じゃあ君たちは今から、ロボットに乗って戦うんだけど、契約をしようって言って。要は登録をするからって言って、契約をさせられるの。で、子供たちは、ファって記憶が失って、学校に戻るんだけど、本当にその日の夜に、巨大ロボットが襲ってくるの、地球を。で、いきなりこのロボットに乗るんだって言って、十何人いるパイロットの中から一人が選ばれるっていう仕組みなのね。で、お告げが来るんだけど、あ、僕の出番だって言って、神様みたいなのがお告げが来て戦うんだよ。で、勝てるのね。すごいそのロボットはパワーを持って勝つんだよ。で、みんなで、うおーって、そのロボットの海の中で戦ったんだけど、ここに乗っかって、うおーっつって叫ぶの。やったよって、俺らすげえよって、すごいことやってるよみたいな、みんなではしゃいでたら、なんかちょっとクールな男の子がいるのね。ドライっていうか、なんかそういうノリ嫌いみたいな、ちょっとコミュ障っぽくてツンツンしてる男の子がいて。で、その子が、はしゃいでるパイロットの男の子が、やめろよみたいな感じで、なんか触ってきたから、おい、触んなよみたいな感じで、払いのけたら、その男の子、海に落ちて死んじゃうんだよ。殺人事件が起こるっていうのが、ここが一巻の終わりなのね。で、えってなるんだけど、まず人を殺しちゃったっていう、そのロボット云々の、なんかすげえ、なんかエヴァンゲリオンみたいな話でしょみたいなとこから、いきなりその男の子たちが人を殺しちゃった話になるの。で、それを隠そうとするの、その男の子たちは。で、それぞれ学校、そのね、が、なんとか学校を解散して、それぞれの学校に戻っていって、生活を営んでいくんだけど、もうニュースになってないかなとか怖いわけよ。で、その敵生命体がまたロボットが召喚されると、自分たちが今度、次は僕の番だって言って、どん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 乗ってくんだけど、2戦目で分かったことが、2戦目も勝つの。だけど、あれ？これゲームじゃないっていうことに気がついて、街の人とかも死んでるし、なんかこれ、ね、さっきの対戦でニュースにもなってたから、あれ？これやばいなって。エヴァと全く違う。そう、最初はエヴァっぽいんだよ。で、そしたらパイロットに話しかけるの。俺らもうやめようぜって言って、みんな怖くなっちゃって、やめようやめようっつって、パイロットが話しかけても何にも言わないから、おい、答えろよって言って触ったら死んでるのよ。で、えってなるの。その時に、ロボットと一緒に、マスコット人形みたいな解説役みたいなやつがいるんだけど、おい、ちょっと待って、聞いてねえぞ、どういうことだって言ったら、お前ら聞いてなかったの、契約するときに。このロボットっていうのは、お前らの命を吸って戦ってるんだよって。だからあれは殺人事件じゃなくて、あいつが死んで海に落っこちただけだよって。お前ら全員死ぬんだよって言われるの。すごい話でしょ。だから、パイロットたちは自分の命をかけて敵生命体と戦っていくっていうのが面白くて、物語が進んでいくの、そっから先は。で、これが多分ね、2巻か3巻ぐらいなんだけど、どうえぐくなっていくかっていうと、じゃあ敵の条件はってなるじゃん。敵生命体に負けたらどうなるのっていうのとかをどんどん知っていくんだけど、敵生命体に負けた場合っていうのは、自分たちの地球が全滅するの。だからこれどういう戦いかっていうと、自分が勝って自分だけが死ぬか、
地球全体が滅びるか、どう転んでも自分は死ぬっていうゲームなんだよ。で、さらに話が進んでいくと、どうえぐいかっていうと、今度対戦相手は宇宙人とかだと思ってたんだけど、実は自分たちと同じように、平行宇宙の自分たちの地球を背負って戦ってるから、結局、敵に勝ったとしても向こうの全人類を滅ぼすっていうのも分かってるの。そう、15人徐々に消えていくんだよ。で、その中で何が面白いかっていうと、その自分の地球に恨みを持ってる子供たちとかもいるのね。だから、その敵と戦わないで、そのロボット使って地球滅ぼそうとする子たちが出てきたりとか、中でえぐい話になってきたりとか、もう泥沼化していくの。で、最後、パイロットもどんどん足りなくなっていくのは、あることが原因で。で、パイロット補充しなきゃっていうことで、その誰がパイロットになるかとか、揉めていったりとか、国連軍とか絡んでいったりとか、そう、中で人殺しが行われたりとか、もうどん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 えぐくなっていくんだけど、俺がこれを読んだ感想っていうのは、まさに日本の戦争ってこういうことだよねって。神風特攻隊が少年兵だったでしょ。で、自分たちは確実に死ぬんだよ。で、アメリカに負けたら全員殺される、国がなくなるって教わってたから、まさに日本人が神風特攻隊少年兵を使ってたっていうのが、もうそれは書いてないのよ。神風特攻隊の話がモチーフですって絶対書いてないんだけど、もう手に取るようにわかんのね。だからもうすごいのよ、少年たちの葛藤が。そういう意味で、その面白いよっていう、その生きることは何なのかみたいな哲学的な問いかけがすごい多いの。そう。そういう話です。えぐいでしょ。で、一人一人の人生を掘り下げていって、そこに希望を見出して戦う子もいれば、希望を全く見出せずに戦う子もいれば、そう、なんかもう恨みつらみで間違いを犯す子供たちもいて、で、その全員最後いなくなるんだけど、その途中から入ってくる登場人物とかもいなくなるんだけど、何とも言えない、その生きるってこういうことなんだなっていうのを学ばせてくれるような作品なんだよね。それが僕らのっていう、作品ですね。命をかけて地球を守るかっていう。なんで僕らは生きてるのかみたいなことをずっと問いかけてくる作品。えぐい。だから、その敵が相手のパラレルワールドの人間なんだっていうことが分かってくると、どん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 敵のドラマも始まるんだよ。その敵はどう思ってて、敵の中にも自分の地球が嫌いなやつもいれば、自分の地球を守りたいってお互い思ってるから。ひげ剃らないですね。はい。そんな感じですね。グッとくるね。ヒロ君いらっしゃい。グッとくる、グッとくる。だからその最後の主人公の取った行動っていうのがめちゃめちゃかっこよくて、泣けるんですよ。泣けるっつうか、もう悲しくて泣けないぐらいなんだけど、そう、最後のシーンがめちゃめちゃいいんだよね。えぐいよ。ねえ、読むべきだよね。本当に、なんつうの、哲学的というかさ、教訓を与えるよね、本当に。そう。子供たちがなんでこの子たちは戦うのかっていうと、もう泣きながら最後ね、戦って大丈夫だから大丈夫だからって強気に、こう、私大丈夫だよ、みんなのために戦うよって言ってたんだけど、勝った瞬間に、そう、1分間ぐらいその自分の命が消えるまでの瞬間っていうのがあって、泣きながら死にたくない、死にたくないっていう子とかもいるのよ。もう勝ったのに、勝って喜べないの、みんな。お別れするときに、やだ、絶対死にたくないって言って、パタって死んじゃう子とかもいるんだよ。風船73個ありがとうございます。すごい、何ともいたたわれなくなって、それでどんどん恐怖も煽られていくし。あと、そのミステリアスな展開とかもあって、パイロット契約したはずなのに、あれ？契約数が足りないとか言って、誰かがこの中で裏切り者がいるとか。そう。そんな感じだよね。で、結構ね、その、この作品の面白さの核になってる部分は結構説明省いてるから、この説明の後でも、読んでも全然いいですよ。落ち着くときとね、落ち着かん、あれなときがあるんですよ。今、薬飲んでるんですよ。今、落ち着いてますね、クロレラさん。多分、これが効いてるんだと思う。あと、リスナーさんがずっと、金柑のね、ドリンク出してくれてたから。なんとも言えないね、深い話ですよ、これは。
絶望の中に希望を見出すみたいなさ。救われる子もいるんだよね、中には。でも最後の方はね、もうね、地球の国連軍とかを巻き込んでのね、なんか壮大なストーリーになっていって面白いよ。大人の事情みたいなのが出てくるの。今度は軍隊とかと連携しようとか。哲学的なの面白いね。だから、まあ、エヴァっぽさもあるしね、そういう意味では。ネバーギブアップだね。哲学っぽい作品で言ったら、俺はやっぱり古谷実の作品がすごい、秘密とかはすごいなと思ったし、あと俺が一番好きなのはね、なんだっけな、シガテラじゃなくて、なんだっけ、名前が出てこないな。なんだっけな、古谷実のね、ちょっと待って、検索するか。古谷実の、もう本当にこの作品はやばいと思ったのに。ヒメアノールだね。シガテラ、ヒメアノール？ちょっと待ってね。じゃあ、サルチネス。サルチネスはマジでやばい。本当にすごい。もう愛の話なんだけど。なんかギャグ漫画の金字塔からダークサイコパス系に走って、で、またそれ引きずんのかと思ったところでね、今度ね、家族愛みたいなものをすごく書いて、サルチネスは本当に愛の話だからすげえいいよ。秘密は秘密でよかったんだけど、そっから引っ張りすぎで、なんかね、またサイコパスの話でしょ、もういいよっていうのはあったんだけど、そっからね、なんか愛をかけるっていうのは、この人天才だなと思って。俺は古谷実が3回化けたこと、3回そのトップ取ったことっていうのは天才だと思ってる、本当に。何書かせてもうまいっていう。もうこんな天才いないよ、古谷実。いや、もうやばいよ、本当に。泣くよ。泣くし、笑うし。号泣したもん、本当に。愛ってこういうことなんだっていう。人を愛するって。まあ、古谷実作品全部面白いけど、秘密を読んだ後にサルチネス読むと、この人のその作家としての生まれ変わり方がやばすぎると思って。サルチネスはめちゃめちゃ面白い。主人公のね、なんか、主人公メンヘラなんだよ、簡単に言うと。メンヘラっていうか、もう、やばいやつなんだよね、本当に。もう絶対これ漫画でも主人公にしたらダメだろっていうぐらいの、どぎついおっさんのメンヘラなんだけど、その人がね、愛を追っかける話なんだよ。超いいよ。泣くぜ。4冊しかないから、4巻だから。サルチネスは絶対読んでもらいたいな。俺はあの作品の中に本物の愛を見つけたよね。人に愛されるとか人を愛するってこういうことなんだっていう。涙止まんなかった、俺。まあ、それは友情愛もあるし、家族愛もあるんだけど、兄弟愛がすごかったね。本当にこの人愛されてるなっていう。愛を配ってるし、愛されてるんだよね。新しいフォロワーさん、なあちゃんさん、フォローありがとう。ただまあ、その中でね、ちょいちょい笑わせてくるからね、やっぱね、ギャグやらせてもまだ尖ってるな、みたいな。もうダーク系はいいよ。ダーク系はいい。俺は結構村上春樹が漫画家だったら面白いんじゃないかなってすごい思うんだよね。村上春樹の世界観、この人漫画家だったらどんな感じで来たんだろうっていうのはすごく感じてて。なんかね、村上春樹が漫画家だったらっていう妄想をよくするね。
すげえ面白い作品作ると思うんだよね、村上春樹は。結構小説でね、小説全然読めないんだけど、村上春樹だけはなぜか読めるんだよね。あの人多分ね、メンヘラの気持ちがわかるんだと思うよ。その統合失調症とかね、メンヘラの世界観を持ってるんだと思うんだよ。だから、ノルウェイの森とかさ、風の歌を聴けとかさ、あれって全部さ、主人公って半分メンヘラで半分健常者じゃん。だからその世界を行き来する人じゃん。だからね、その感じがすごく面白いんだよね。ああ、この人、メンヘラのことよくわかってるわ、みたいな。統合失調症の世界観をうまく描けてるんだよね。あれはすごいよ。みんな読んでる。あ、もう全部読破してる？カエルさん。なんだろうな、あと面白いの。なんだろうな。眠いな。みんな今読みに行ってる 俺の話聞きながらみんな読み言ってるからコメントかぞったのか。なるほどね。そのフリーなんとかっていうやつ見に行ってるのか、そういうことか。なんかコメント急にビタ止まりしたなと思った。みんな漫画読みに行っちゃったんだ。今ネットで読める時代だからね。なるほど。そういうことか。そういうことね。読んできてた？え、何読んでた？僕らの読んでた。僕らのはね、もうほんとね、丸一日かけないと多分頭に入らない。あれはじっくり一人で読む本だと思ってて。子供におすすめする本じゃないと思ってる。自分では必ず読んでおきたいけど、子供には勧められないぐらいエグいんだよね。あれこそまさにリアリティだと思ってて、その伝えたいこととかエグさっていうのを隠しつつ、人間の本質とか、なんか、えぐい部分って誰もが持ってるっていう。サルチネスめちゃめちゃ笑うでしょ。読んだ。もう俺出だしから笑ったもん。超面白いと思って。サルチネス笑えるっしょ。あれがね、だんだんね、笑えなくなってくるんだよね。あ、龍彦が言ってんの本当じゃねえ？みたいな。そう。その主人公が言ってることって本質をついてて、本質をつきすぎてる。笑うでしょ。めちゃめちゃ面白いよね。サルチネス。
そうなんだよ。龍彦っていうのが、もう本当に、めちゃめちゃなんだ。竹彦だ。龍彦じゃねえ。竹彦ね。竹彦がめちゃめちゃいいキャラなんだよ。そう。もう、ほんとずっと笑えるよ。サルチネスはね、最後ね、竹彦に泣かされるよ、ほんと。竹彦が泣くんだけど、もうね、すごいんだよ、もう。こいつ、かっけえなっていう。本当に神なんだよね、竹彦は自分の中で。自分を神だと思ってるんだよ。だけどね、こいつは本当は神なんじゃねえかっていうぐらい希望を見出してくれるんだよね。そう、一人の人間を幸せにすることできるのかなっていう。そう、なんかそれってすごいんだよね。一人の人間の人生を幸せにすることってめちゃめちゃ難しいんだよ。それができるやつは俺は大好きだよ、やっぱり。みんなにそうあってほしいし。一回でいいんだよね。ネタバレはしないよ。ネタバレはしない。大丈夫。その辺結構うまいタイプだから。ネタバレなのかね、要はね、あらすじをなぞるのはネタバレじゃなくて、本質的に面白いところとか分かってるの、俺。このシーンっていうのは言わないでしょ。そう。一番面白いところは絶対言わないっていうのは分かってるから。そう。俺がネタバレしても、しなくてもいいはなんだけど。いやね、ネタバレするような話って俺好きじゃないのよ。要はネタで持ってく系の話って面白いんじゃないんだよ。いや、これはね、家にあってもずっと読めるよ。やっぱり俺も今読みたいなって思うもん、振り返って。サルチネスは絶対面白いよ。傑作だよ。古谷実最高傑作だよ。まだ新しく今連載されてる方読んでないんだけどね。4巻5巻で終わるって分かってるから、今やってんの何なんだろう。今やってんのが、ゲレクシスっていう漫画。全2巻なんだ。これはもう出終わったんなら読んでみようかな。あ、まだ出てない。なんかその作風、自分の王道みたいなものを作るのすら難しいのに、作風っていうんだけど、要は俺はこれやらせたら俺は誰にも負けねえよっていうのってあるじゃん、作家って。だからなぞられるのが普通なんだよ。幽遊白書とハンターハンターとかさ、ドクタースランプあられちゃんからドラゴンボールとかってさ、なぞってるんだよ。そこをね、壊すのがすごい勇気いるはずなのに、見事にぶっ壊すどころか、そのジャンルで天下取るっていうのが、俺は古谷実の作家性だと思ってるね。人間力っていうか。要はね、なんかね、小説家って想像がうまいとか、漫画家って想像がうまいんじゃないんだよ。実体験なんだよ。リアリティって。要は取材であったりとか実体験をそこにね、やっぱ漫画に込められるかだと思ってて。のりこを返せ。与太郎さんいらっしゃい。エアマスターってあれでしょ？なんか女の子のプロレスみたいなやつだよね。あれ読んだことねえな。確かなんだっけ、エアマスターってどこでやってたの？ベルセルクとか連載してたところじゃなかったか。あれ読んでないね。確かに。あれ面白いの？新しいフォロワーさん、ブルーサンさんフォローありがとう。エアマスターは読んだことないかな。全然読んだことない。面白いのかな。俺はベルセルク13巻までは傑作だと思ったんだけどね。あ、ブルーサンさんフォローありがとう。コメントありがとう。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。ワードです。どちらから来られたんですか、ブルーサンさんは。トルコから。いや、この放送どっから見つけたっていう意味だったんだけど、トルコ人ってこと？すごいね。今トルコから見てるってこと？トルコ人なの？すげえな。ピョキモノケ、ノ、え、ピョキモノコッケモモさん。マジっすか？トルコなんすか？日本語上手ですね。日本人っすか？トルコ人っすか？すごい。
トルコと日本がつながってるよ。しかもなんかめちゃめちゃ日本語うめえ。コメント打てるんだ、すげえな。どうもよろしくお願いします。日本はどうですか？トルコから見て日本のいいところ、悪いところを教えてください。トルコ人の方の日本の印象を知りたいです、僕は。日本って言ったら何が有名とか何が美味しいとか、で日本のダメだなって思うところはここだよっていうところ、日本人の印象を聞きたいですね、トルコから見た。すげえな。トルコ人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に。すげえな。トルコ人の方がフワッチやってるっていうのはすごいよね。なんか、噂になってんのかな？どっから見つけたんだろう、これ。このサイトを。まあね、日本語完璧に使いこなせてるから、多分。日本語で Google とか検索して、なんかね、日本フリークな方かもしれないですね。ありがとう、フォローしてくれて。みんな日本人大好き、本当に。あ、嬉しいな。本当ですか。いやー、めちゃめちゃ嬉しいですね。近藤の上司？全然違うじゃん。トルコ人じゃないの？あ、そうなの？トルコでは日本大好きってめっちゃ嬉しいんだけど、俺。あ、本当ですか？ありがとうございます。よかったです。なんか日本人気なかったりするんで、世界で見ると。日本人として誇り持てますね。嬉しいですね。ありがとう。へえ、あ、そうなんだ。マジか。トルコアイス食べなきゃ。いいよね、トルコアイス、粘りのあるアイス、美味しそうだよね。トルコ人の本当の屋台で売ってるアイスってすごいの知ってる？パフォーマンス。ひょいひょいひょいっつってカップ持たせてアイスを乗っけたり乗っけなかったりみたいなフェイントをめちゃめちゃかけてくるの。トルコアイスってパフォーマンス込みで売ってるのね。すごいよ。トルコアイスで検索してごらん。めちゃめちゃすごいから。芸術だよ、あれ。アイスをなかなか食べさせてくれないんだけど、道端にこう、わーって人ができるぐらいね、すごいパフォーマンスするんですよ。トルコアイスは一回食べに行きたいですね。それはここでも有名なこと。なんか日本人だと、トルコアイスって言ったら粘り気のあるアイスだけだと思ってて、普通に売ってると思ってるんですけど、違うんですよね。こう、ひょいひょいひょいってやって。あれはすごいよ。あれ、あのパフォーマンス一回見たらね、やっぱ生で見たくなる。あれ、日本でやったらめちゃめちゃ売れるんじゃないかな。あ、でも衛生的にちょっとダメだな。あれ多分役所から言われるね。つむつむさん、フォローありがとう。つむつむさん、ありがとう。あれは多分、衛生的に良くないっていうことで摘発されちゃう。日本だと。新しいフォロワーさん、相馬さん、フォローありがとう。160名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。和道の朝方の放送です。朝方なのにね、リスナーさんたくさんいて嬉しいですね。なんかふわっちは朝方かそってるんですけど、
予算が来てからニコ生勢がいっぱい来てきて、リスナーさんもね、めちゃめちゃ流れてきてるんで、閲覧がすごい多いんですよ。朝方全然人集まんないのがふわっちだったのに、だんだん層が厚くなってきて嬉しいですね。ふわっちにハマってるリスナーさんが最近どんどん増えてきて、いい感じです。トルコアイスのやつかな。 これ、そう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 、これ、ブルーさんさん、そう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 、これ、ありがとう、これですよ、俺が言ってたの。サンキュー、アイスのパフォーマンス、そう、これ。初見さん、ゴリナミオさんいらっしゃい、楽しんでってください。どっから来たんですか、ゴリさんは。来てくれて嬉しいです。新しいフォロワーさん、ゴリナミオさんフォローありがとう。コメントもありがとうございます。嬉しいですね。そう、これ見た時に、ああ俺もトルコアイス生で食ってみたいなと思って、今日は日曜日だから。日曜日そんな多くなかったぜ、もともとふわっちは。ここ1週間2週間ぐらいで、本当に予算が流れ変えたよ、ふわっちの。だって配信者の数が爆発的に増えたのも、朝方なんか20人か30人しかさ、配信者いなかったのに、今だって88人いるもん。結構層が厚くなってきたよ。昼間はまだね、放送やってる人少ないから、微妙だなと思うけど。もうちょっとね、層が厚くなってきたら面白いよね。増えてきてほしいね、このままね。本当にこのままさ、ふわっちがブワーって上の方行くと面白いなって思うよ。ふわっちがガンガン人が集まってくるってことはさ、俺らみたいな配信者はチャンスがどんどん増えていくわけだから、この流れはものにしたいよね。のんたもう寝ちゃった？金柑のドリンク最後に一杯作っていただけるとめっちゃ嬉しいんだけど。もうない？ある？作って。あれめっちゃ喉にいいわ。っていうかあれだね、呼吸落ち着いてきたね、だんだん。このまま治るといいんだけど、痰が出なくなってきた。肺がすごいすっきりしてきたね。治ってくんねえかな、このまま。旅はいつ頃からスタート？一応予定では、旅配信は、4月の10日だから、あと15日ぐらいだね。心に入ってくる嘘。そんな普通に喋ってるだけですよ、僕。いやー、なんかそう言っていただけると嬉しいですね。意外です。ありがとうございます。普通に喋ってるだけです。
もう日にちないじゃないんですよ、それが、本当に。日付が全然もう残り少ないですね。頑張らないと。ね、これからもうすぐに出る感じだもんね。自転車からのスタート、いや、自転車からのスタートはしないと思ってて、荷物が増えると嫌なんだよ。だって車で送るよって言われた時に自転車持ってたら移動できないじゃん。だから荷物を増やすっていうのは結構デメリットだから、身軽になるべく荷物は少なくした方が俺は有利だと思ってる。自転車に縛られたら嫌だなと思って。それでね、移動手段にはこだわってるんですよ、結構。自転車配信が見たいの？なんでだろう。自転車にこだわる理由がわかんないかな。最初は自転車にした方がいい。それ理由は？なんで自転車がいいんだろう。なんで？車輪こう置いてくっていうのが嫌じゃない？車に積んだりできないじゃん、自転車って。最初は最低から。なんか荷物が増えるのはやっぱ嫌だかな、俺は。荷物減らしたいと思ってるから、自転車に縛られたらやりづらいかな。楽しちゃみんな真似しそう。いや、楽じゃないよ、全然。だって1万人リア凸だよ。前代未聞だよ。1万人リア凸って聞いたことないでしょ。誰も達成したことないぜ。全然楽じゃないよ。めちゃめちゃ難しいことやろうとしてんだよ。超きついっすよ。全然体張ってると思うけど。楽なイメージだったの？びっくりなんだけど、俺結構 楽できねえんだけど 全然楽できるんだったら楽したいもん、俺。厳しいよ。1万人リアだと厳しいよ。全然厳しいよ。いつまで終わるかわかんないもん、全然。厳しいね。こっからはほんとシビアな配信者、ふわっちで早くやってたっていうだけじゃダメだよ。
本当に面白いやつだけがふわっちで大手になれるっていう激戦区の時代に入るから、要はね、今まではね、そんなに面白くなくても、配信者の数が少なかったから、ある程度評価されたり閲覧取れたりしたんだけど、こっからはね、面白いやつだけに閲覧が集まるっていう、もう争奪戦だよ、リスナーの。めちゃめちゃシビアな世界になってくると思う。結構きついよ。ありがといいよ。う。うん、ありがとう。おやすみ。こっからはきついぜ。厳しい時代。黄金時代来るよ。配信の黄金時代がふわっちで。もうツイキャスリスナーもニコ生リスナーも知れ渡ったからね。大変な思い。全然なんか歩きても大変だと思うんだけどな。いや、ただ単に本当に荷物が増えるから嫌だっていうだけで。なんつうの、辛いから嫌だとかじゃないよ。自転車は。なんか荷物が増えるのが本当に不利だと思ってるから、行けないところが増えるのが嫌なんだよね。旅行くだけでもしんどいぜ。荷物増えるかな。みんなすごいバッグ持っていくもんね、旅配信者って。バックパッカーみたいなもんね。荷物の量半端じゃないやね。どんだけ荷物持ってんだこの人たち。差し入れもね、でもなんか旅配信者の人たちみんな差し入れいらないって言うけど、そりゃそうだよね。みんながみんなさ、差し入れ持ってきたらさ、荷物になるわけだもんね。みんな言うよね、差し入れいらないから現金くれって言うもんね。あれ難しいところだよね。リスナーさんからすると好意でやってるのにさ 好意でやればやるほど配信者にとって嫌がらせになるっていう。ステッカー買ってーとか言うもんね。買いたいもん自分で買うからいいよーって。ある程度あそこまで有名になってくると、そういう気分なんだろうね、本当に。金柑うめえ。あっつ。
寝たね、みんな。完全に寝たね。まあいいじゃん、まったり。朝だし。まったり好きだよ、俺。おはよう、愛国さん。おはようございます。三島由紀夫？そどうも。初見さんかな。いつも潜ってるんですか？できればコメントもらえるとありがたいし、コメントした方が絶対楽しいですよ。なんかね、潜る人多いんですよね。あ、ありがとうございます。コメントしづらいのかな、俺。なんでみんな潜ってますって言うんだろう。僕はどちらかというと左左翼的な考え方してたんですけど、30超えたら保守的になってきましたね。保守派に右に寄ってきましたね。新しいフォロワーさん、愛国さんフォローありがとうございます。なんだろうね。まあ若いうちは左に寄らないやつは志がないやつだと思ってるけどね、30過ぎて右に寄らないやつは俺は勉強不足のバカだと思ってるから、年取ったらみんな保守になるよな。この国がいかに素晴らしいか分かるもんね。若いうちは別に左巻きでいいと思うけどね。だから道路工事とかして思うもんね。これって税金でやってんだよなって。だから水道水がきれいに飲めんだもんなとか、電柱とかこんだけずっときれいだもんな、日本って。ってすげえ国だよね。東京都内のインフラだけ考えてみてもすげえなと思うもんな。労働しないと。いや、労働っていろいろあるから、全然、なんだろう。俺も労働だと思うよ。配信も労働だと思うけど。まあちょっと特殊だかんな。ちょっと特殊だかんな。遊びだろって言われちゃうところもあると思うけど。昔は天皇制度なんか必要ねえだろうとか、なんつうんだ、思ってたんですよ、正直若い頃は。歴史を勉強してないから。だけど、世界的に見て、その、ね、これだけ、その天皇制が続いてるっていうのを知ったりとか、あと、その、権威であったりとか、あと歴史観とかを勉強していくにつれて、日本ってすげえじゃんってなってくんだよね。そう。若いうちはさ、不平等だとか思うかもしれないけど、世界的に見てもめちゃめちゃ平等な国だし、この国すごいっすね。労働って難しいよな。汗水。だから、もうそれはね、ちょっとね、トライパーティーの言うところもわかる。これが果たして労働なのかっていうと、一生懸命やってるよ、俺は。一生懸命食っていくためにやってるけど、乞食じゃねえかって言われるわけじゃん。まあ、確かに乞食かもなとも思うし、難しいところだよ。これを仕事だって言えるのかっていうところは。まあ、新しい仕事だから、配信者とか YouTuber っていうのは。
だから賛否両論出ちゃうのはしょうがないと思ってるけど、俺はこの配信っていうので一役買いたいなとは思ってるよ。労働してってだから、そのね、難しいんだよ、配信って。じゃあそれが面白いか人集まるかっつったら絶対面白くないし人集まんないんだよ。なんか、実はこうやって面と向かって雑談ただやってるだけに見えるかもしれないけど、すごい頭を使ってるし、すごいやっぱりその、なんだろう、みんなのことを考えながらやってるのね。そう。だけどその、なんつうんだろう、なかなか評価されづらい部分あるじゃん。素人がカメラの前で喋ってるだけでしょって思われちゃうから。実はね、やってみるとそんなことなくて、すごい経験とか、ね、みんなのことを考えながらやってるっていうかさ。話題できるってそんなね、甘いもんじゃないよ。本当に。それで食っていけるかどうかっていうのはね、それで食っていけるんだったら誰かがやってるはずなんだよ。で、誰もやってないっていうのは理由があるんだよ、やっぱり。そう、うまくはいかないっすよ。見本見せてよって言うけど、俺は何かをながら作業でやるっていうのは実は配信には向いてないと思ってるからやらない。だから職場で働いてるの見せても面白くないわけだよ。そうじゃなくてキャラクターなんだよ、やっぱり。その、和道っていう人間を好きになってもらうかどうかだから、対話をした方が一番いいと思ってるね。リスナーさん一人一人と向き合って、コメント読んで、あ、こういう人なんだ、この人はって思ってもらうのが一番だと思ってる、俺は。自分を知ってもらう作業って言ったらいいのかな。見せないでいい？ それが大事ですよ。なんかね、新しいしのぎを作らないとな。頑張らねえと。頑張れ頑張れ。いやいや、全然、知識豊富じゃないですよ、僕は。みんなから教わってますよ。イメージ良くなるっていうかさ、俺はこれを仕事にしたいと思ってずっと頑張ってきたんだよ。ねえ、それって他の仕事をバカにしてることだと思うの。他の人もそれを一生懸命やってその道のプロになってくんだよ。それってさ、なんか労働を他の仕事にしてる人をバカにしてることだと思うよ。だから俺はやりたくない。だって道路作ってる人も経験があってキャリアがあってそれを生業にしてるわけじゃん。接客業だってそうだし、飲食店だってご飯作るの必死になんないとおかしいじゃん。ねえ、何かをやりながらっていうのはさ、それは配信者だけだよ。自分で店持ってて自由にやるんだったらいいかもしんないけど、他の人に迷惑かけるようなのは俺はないと思うよ。その業界の人をバカにしてることだから。そんな片手間でやれるほど甘い世界じゃないでしょ、ご飯食べるっていうことは。どの人もみんなキャリアを積んでやってきて、ね、一発で食えるようになってくんだからさ。だから働いてる時流さないじゃん、俺。そんなことあるよ。自分の会社でやるんだったらいいかもしんないけど、誰かの会社でそういうことやるっていうのは俺は違うと思ってる。みんな一生懸命働いてんだから、お前だけ何やってんだってなったら、言い訳できないもん。見せていい部分と悪い部分ってのがあるんだよ、配信には。で、見せなくていいことを見せようとするのは別に意味ないことだから。これはその件に関しては全然見せる必要がないと思ってるね。
仕事見せなくていいでしょ？うん。でもさ、これから、4月入ってからは、配信に全力で時間をぶつけられるわけだから、頑張ろうと思うよ。もう時間の言い訳は聞かないからさ、こっからは配信で稼ぐよ。うん、今までは配信ができない時間もあったからって、大義名分があったけど、こっからはやったらやった分だけ稼げる世界だから、もう自分の使ってきたことを全部ぶつけようと思ってるよ。配信者としての下積みはもう終わったんだよ。こっからはね、学ばせてもらったことを全部ぶつける番だよ。いや、俺は逆に有利になってると思うよ、前よりも。配信一本っていうのが不可能に近い時代から、配信で食える時代になってきてると思うよ、どん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 、インターネットが普及していって、仕組みができていって、全然配信一本で食っていける人増えると思うよ。難しくなくて、今伸び盛りだよ、配信は。ちょっと今、喘息を患っていて、金柑の、喉に優しい金柑のドリンクを飲みながら、肺をやられちゃってるんですよ。蜂蜜と金柑の砂糖漬けのドリンクですね。喉に優しい。金柑美味しいんだよな。ビリビリ痺れる感じがたまらないよね。でも肺炎だいぶ収まってきたね。炎症が収まってる。トレーニングのしすぎっていうか、いや、もう完全に、あれですね、風邪ひいたのか、花粉症だったのかで、くしゃみばっかりしてたら、ただれちゃって、喉が。で、そっからなんか、もう調子がおかしくて、肺がヒュー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 って、今落ち着いてますけど、薬飲んでるんで。そう、トレーニング1週間休んで、体重は落ちたんですけどね、体のキレはすごくいいんですけど、呼吸が整わないで、全然トレーニングできないでいますね。ちょっと厳しいですね、今。苦しい時期です。と本当は頑張りたいしね。配信1本で生活できるの、それを試そうと思ってるね。うん。配信1本で生活できるのかどうかって、俺はこれで億万長者になりたいと本気で思ってるんだ。配信で億万長者になりたいって本気で思ってるから、それをなんか達成したらさ、夢があるじゃないですか。あ、配信って人生ここまで変えるんだっていう。俺はそれにトライしたいんだよ。配信で人生とことん変えてみたいって思ってるから。うん。ありがとうございます。愛国さん、ありがとう。お気遣い。頑張ります。だからそれは本気で思ってるよ。俺も1億円掴むんだっていう。人生根本から変えてやるっていう。うん。やっぱりさ、数字って大事なんだよ。結果って大事なんだよ。みんな真似したらどうしてますか？いいことじゃん。マーケットがでかくなることなんだから。参加者一人でやってる独占市場よりも、マーケットがどんどんでかくなった方がいいんだよ。ライバルがいっぱいいた方がいいんだよ。マーケットがでかくなるっていうことはさ、市場がでかくなるわけだから。
切磋琢磨するわけだよ。面白い配信者がどんどん出てくるんだよ。リスナーさんからしたら得でしょ？面白いやつがどんどん出た方がいい暇つぶしができるんだからさ。俺が俺がってやる気ないよ。経済回せるっていうか、マーケットをでかくしたいっていう風なことを言ってんのね。経済を回そうっていう話じゃなくて。そう。市場がでかくなった方が、俺は面白いと思ってるね。まあ、経済回せるのっていうか、別に経済活動はここで行われてるわけだから、普通にチップとかでやり取りがある時点で経済は回ってる。それが小規模か大規模かっていうだけの話だから。経済は回ってるよ。お金のやり取りのことを経済っていうわけだからさ。はい、ワード2。ゆらちゃんいらっしゃい。おはよう。おはよう。もうすぐだね、東京来るのね。お、正義の味方だ。おいっす、おいっす。いらっしゃい。久しぶりじゃね？ 1 週間ぶりぐらいじゃね？元気してた。おはよう。また来て、愛国さん。ありがとね。フォローしてくれて嬉しかったっす。今日練習なしになった。俺が肺こじらせて、肺炎見たくなっちゃって。今落ち着いてるんだけど、今日雨降るし、ワドの退場ダメだからって、ドクターストップドルさんからかかって。本当はね、便所太郎さんも練習最後の日だからって顔出してくれる予定だったらしいんだけど、達彦さんにも言って、なしになっちゃった。ごめん。もうとてもじゃないけどさ、前回の練習でもへばってたぐらいだから、呼吸がダメなんだ今で。ドルさんにも病院行けって言われちゃって、気使っていただいてた。俺の体調悪いの。そうなんだよ、ごめんね。多分今日はみんな集まってやろうっていう感じだったと思うんだけど、今落ち着いてるけどあれだけど、もう本当に呼吸もできないぐらい、1分も持たないぐらいの肺の感じになっちゃって。俺も体絞ってさ、体重今5キロぐらい落としたんだ。体のキレはいいから悔しいよ。もう先週から兆候出てたんだけどね。1ラウンドでへばっておかしいなと思ってたんだけど。その前の日か、木曜日ぐらいから風邪ひいてたんだよね。だから今日はおとなしく家で雑談やってようかなと思って。タバコはやめない。私が今日、東京に来月行った和道さん旅に出ますね。無理せず楽しんでください。ありがとタバコはやめないかな。ちょうど入れ違いだね。すごくね。でも正義の味方、チケットソールドアウトだよ。
300席ソールドアウトってやばいよね。俺感動したもん。ほらね、タバコがあると落ち着くね。タバコ大好きだね。精神病とかだと結構タバコ勧められたりする。どんな客来るんだろう。まあ、俺らのところで言ったら贅沢尾藤さんとか匠さんとかレクチでしょ。あとノンタンでしょ。うん。なんかまあ来るって言ってた面々が来るけど、まあ普通のリスナーさんじゃん来るの。アウトローの人とか来ないと思うけどね。まあ純粋にリスナー長い人とか、リスナー大好きな人が来るイメージ。配信好きだわーっていう、配信好きが集まる感じだね。知り合いのリスナーさん20人ぐらい来るから楽しみだよ。記者会見は記者ゼロだったね。300席ソールドアウトはなかなかだよね。びっくりだよね。まあまあみんな一生懸命やってるから、それ記者会見なの？それは突っ込まないでよ。俺も職場でさ、テレビ来るかもとか吹いちゃったからさ、めちゃめちゃ恥ずかしいよ。記者一人も来なかった。でもまあね、本来はチケット売るための記者会見なわけだから、チケットが売れて記者ゼロっていうのも面白いよね。やっぱテレビとか注目してくんなかった。残念だね。ただのコラボ放送だって。ただまあさっきのんたんからチケット見せてもらったけどさ、ああいうローソンとかでさ手に入る普通の興行としてのチケットに和道って名前が入ってたの感動したよ。俺めちゃめちゃ感動した。俺の名前書いてあるよと思って、すげえって感動しない？なんか一般販売されてるチケットに和道って書いてあって、完売ですねチケットは、300席ソールドアウトっす。いやー、晴れ舞台ですよ。今日練習しなかったらもう旅じゃないの？旅だよ。もう旅。明日買いに行こうと思ってたんですか？もう、販売開始90分で売れちゃった。11時90分だからなんだ。11時半にはもう売り切れてたね。ここにポスターあるけど。このイベントね。300席ソールドアウトです。ありがとうございます。皆さん売れました。めちゃめちゃ激アツイベントだよね。見たい人は多いよね。うん、このイベントは絶対ソールドアウトするっていうふうに思ってたかな俺は。あ、間違いねえな、みたいな。
300人の前で殴り合いだからね。一般販売されるチケットに名前載ったら俺すげえ的な感じになりますよ。なるでしょ？ 手前味噌で申し訳ないけど俺すげえってなったよ。のんたにチケット見せてもらった時、お、俺の名前が書いてあるって。本当だったんだ、夢じゃないんだと思ってさ。ああ、そうなんだ。公式サイト見てくれたんだ。ありがとう。無事に完売しましたよ。ありがたいことに。一安心ですね。ありがてえ。生放送は便所太郎さんの枠でやりますね。ただ試合は全然見れないかもしれないです。1ラウンドだけとかかもしれないですね。後日 YouTube に動画がアップされるのには全部公開されるらしいけど、なんか生放送となんかチケット買ってくれた人の差別化でっていうことで、なんか放送全部は見せないって。俺の試合はだからちょっとしか映んないかも。まあ便所さんもいろいろ考えがあるみたいですね。まあよく宣伝してたもんね、みんなね。みんなで作り上げて、みんなで応援してたからだろうね。いい感じですよ、いい感じ。おはようございます。みんなおはよう。動画で検証枠とかやろうと思ってるけど、どこまでバッチリ映るかだよな。狭い会場だからね。まあどの席からも見えるとは思うけど。そうだね。頑張りが、エイドリアーンって叫べるよね。エイドリアーンって。ロッキー見たことないんだよね、実は。エイドリアンのシーンがどう感動するのかよく分かってないんだよ。ロッキー、ユラも知らん。別れたりくっついたり何なんだよ。いや、別れたよ、ちゃんと。もう復縁はしてないですよ。別れた。まあ、何なんだよって。いや、だから、その時、泣きながら、ね、正義の味方の名前出して泣きながら謝ったんだけど、俺。いや、正義の味方が言ってくれたのに申し訳ないっつって。まあ、しょうがないよ。旅に出るっていうのは根無し草ってことだからさ。特定の彼女とか作ったらやきもち焼くの分かってるし、だから俺が考えなしにやろうとしてたことだから、まあ勉強になったよ。あんま責めないでくれよ。特定の彼女を作るのはダメだわ。結婚するとかもダメだわ。いや、ほんとね、のんたんにさ、この前言ってくれたコメントはすげえ俺ずっと忘れねえから、その気持ち裏切りたくてそういうことやってるわけじゃなくてさ、俺もいろいろ考えてんだわ。別にのんたんのこと嫌いじゃないし、でも気持ちよく旅に出るにはさ、やっぱいろいろ整理しないと。その代わりぶち上げたよ、正義の味方。もう旅に出るしかないっていう。1万人リア突企画やるから。1万人リア突するまで帰れませんっていう企画にする。別にのんたんはね、経済的に困ってないから、そこが原因は一切ないよ。のんたんは経済的に一切困ってない。
金のことでは一切揉めてないから、俺、ノンタンと俺は。そこだけはご了承していただきたいね。うん。前代未聞だね。みんな無理って言うよ。1万人リアドなんかお前何年かかんだよみたいな。みんな無理って言うね。でもまあ、大手になりたくて旅出るわけだから、もう帰ってきた時には大手になるっていう覚悟で行こうと思ってて。うん。だからみんなに会いに行って、感謝の言葉伝えて、帰ってきた時にはもう超一流の配信者になって帰ってくるよ。まあ帰ってこれるのかっていう話だけどね。全員に会いに行く。いや、夢の中で生きようよ。みんなが無理だっていうことの方が面白いじゃん。やりがいがあるな。できることやったって面白くねえよ。できないことにね、挑戦するのが面白いんじゃん。だから俺は1万人のリスナーさんに会いに行くよ。頑張る。一人一人に握手して。一人一人の目を見て学ばせてもらって帰ってくるよ。帰ってきたら俺は大手だよ。おまんこさんいらっしゃい。お久しぶりです。え、だろって何？俺もそう思ったって何？え、どういうこと？どういうこと？だろって何？何が？アスペの俺にはその会話きついって。主語主語。だろって何がだろうなの？え？またパニックだよ。アスペとアスペの会話きついぜ。新しいフォロワーさん、おまんこさんフォローありがとう。ニコ生の時見てました。フワデビューしました。あやめさんいらっしゃい。ありがとうございます。もしよかったらフォローしていってください。よろしく。フワッチ一緒に盛り上げましょう。生主デビューしたんなら一緒に盛り上げよう。和道さん、アスペに見えないんだけど、俺はね、相手に物を伝える能力は高いんだけど、相手から物を受け取る能力っていうのが皆無だから、そう、アスペルガーなんだけど、なんつうんだろう、読解能力とか、相手が言ってることを理解する能力が極端に低いタイプのアスペだから、うん、できないことをやるから挑戦。あー、なるほど、なるほど。うん、そうだね。リスナーとして登録した、あ、そういうことなんだ。ぜひフォローしてください。よろしく。フォローしないと放送をかけらんないからさ。フォローボタンっていうのがどっかにあるはずだから、探してフォローしてみて。うん。そういうことか。リスナーとして登録したってことか。ふわっちデビューね。ありがとう。うん。ふわっち今盛り上がってるよ。いろんな配信者がいて。激アツですよ。新しいフォロワーさん、あやめさんフォローありがとう。ありがとう、みんな。新しいフォロワーさん、大福さんフォローありがとう。和道さんは知的でかっこいい。よく言うわ、ドレさんのところでコメントしてたくせに。ずっと見てるからな、俺。よく言うわ。ドレさんにビタビタにコメントしてたせいで、こっちはコメントかそったんだわ。ふざけんじゃねえよ。まあいいんだけど、全然。冗談だよ。できた？あやめちゃん、ありがとう。ユラは超軽い自閉症で。発達障害、適応障害はちょっと重い。俺と一緒だね。全部監視してたから。言語理解はできるけど、この言葉に込められてる気持ちを感じ取れない。いや、俺はね、気持ちはわかるよ。うん。ああ、気持ちはわかるっつうか。
まあ、目見ないとわかんねえよな。でも俺は、正義の味方と俺はすげえ、なんか変な言い方だけど、生き方は全然違うけど、すげえ似てるっていう風に共感するんだよ、なんか正義の味方は。なんか、優しいんだよな。生き方は全然違うし、正義の味方は強いよ。俺は弱いよ。でもね、正義の味方の目の奥のね、顔で笑えないんだけど、目が笑ってる感じが俺は好きだよ。あ、仲間だって思うよ。優しいのに優しさを伝えるのが下手な不器用な男なんだなって。可愛いんだよね。俺はね、正義の味方ね、可愛いと思う。すげえ。わかる。子供みたいな目してんだよ。俺は好きだよ。仲間だと思ってるよ。日々能天気に何も考えずに生きてる。いや、それが一番だよ。でも、あれだからね、タイガーと龍彦さんの、拳は絶対これに宿すから。今練習できてなくて申し訳ないけど、ドレさんとタイガーと、ね、龍彦さんのこの拳は絶対無駄にしないから。そう。なんで強えやつに殴られたんだっていう。なんで強えやつに鍛えられたんだって。そう。佐野が全部悪い。ワドが一番可愛い。世界で一番可愛いサメちゃんが怒るよ、それ。俺は絶対ね、これをね、無駄にしない。龍彦さんに殴らせてもらって、ね、蹴りの重たさ、龍彦さんに桃缶の痛さと、あと、殺人的なパンチ。手加減してるのに人を殺せちゃうパンチ。あと、ドレさんの技術。あと、和道リスナーの全員の思いを拳に乗っけるから。俺は倒れねえよ。俺は一回もダウンしねえから。どんだけ蹴られようが、どんだけ殴られようが。俺にはね、後ろにね、支えてくれてるね、何千人ものリスナーがいるっていうのは俺わかってるから。絶対勝つよ。絶対勝つ。俺はこの拳信じてるから。あとは走り込みだよ。早く体調直そう。絶対勝つ。応援してて。かっこいいとこ見せるから。地元横浜って本当？いや、本当だよ。今も横浜に住んでるし。絶対勝たないとね。絶対勝つよ。この二つの拳で。絶対勝つ。気合で、根性で。なんとかするよ。技術で足りない部分は気持ちでしょう。フィジカルと技術で足りない部分は気持ちに乗せるよ。俺の原骨、32歳の意地見せるから。やってやりますよ。みんなで笑おうね。みんなで笑おう。ついでにパイセンも、おお、PPPA トランプ全然来てくんなかったじゃん。他の枠でコメント見ると寂しかったよ。来てくれたんだ、ありがとう。全然来てくんないで他のところでヒャッハーしてんだもん。寂しいぜ、たまには来て、ちょっとからかってくれよ、トランプさん。全然来てくんなくなっちゃったんだもん。個人的にはロアコさんのセコンド。いや、ちょっと不安要素なんだよね。ちゃんとセコンド選ばなきゃって思ったよね。ゆいゆう風船10個ありがとう。ありがとう。ついでにね、ゆいゆうのお色気もね、お色気部分もちょっと見せないとね。それがさ、さっきシャドウやったんだけど、体重5キロ軽くしたらめちゃめちゃパンチ鋭いんだよね。ありがとう、了解です。パンチめちゃめちゃ鋭くなってて、体軽くするとこんなに変わるんだね。水あげるときね、絶対水、補給はないと思ってるからね、俺。ワドさん、ペットボトルの蓋、僕、転換だから開かないんですね。ワドさん、ちょっと、グローブつけてるから開けらんないってなって。さあ、誰か、このペットボトルの蓋を開け、セコンドアウト ファイト！ワドさん、2ラウンド目までには、なんとかこの蓋のキャップの部分を開けようと思う。僕、転換を持ってるんで、左手の握力が全然、ああ、セコンドアウト ファイお前のデオキシリポ核酸に刻まれてる親父の DNA。なんだよ、それ。わかんねえよ。ハンマーの血みたいなやつ。親父の中に流れてる。
侍の血流れてんだもんな。頑張んねえとな。もうコントでしょ、そうなったら。絶対目に見えるもん。3ラウンド目、ワトさん、僕ペットボ、あ、すいません、ワトさん、ちょっと気持ち悪くて。大丈夫です。僕、転換持ってるんで。はい、座ってます。はい、そっと助手席いてください。ちょっと取ったら立てる。セコンドアウト もう絶対こうなるから。僕、ライトの眩しい、光の眩しいところ出すと、転換が起こっちゃって、ちょっとめまいがしてしまって、ちょっとほっといてください、ワトさん。セコンドアウト いや、もうね、受け狙いすぎだよね。マジでね、ちょっとね、セコンドに関してはね、笑いは取れるけど、圧倒的に不利だからね。もう絶対コントだから、1分間は。俺に休憩はないよ。受け狙いすぎたわ。いや、3人ぐらい選べると思ってたから、ねえ、いけるだろうと思ってたんだけど。いやー、面白くなるでしょう。ロハコさんのセコンドは超見応えあるでしょ。セコンドで一番面白いのロハコさんだからね。でもね、体が軽くなってね、いい感じだよ。腹も引っ込んだよ、だいぶ。見てみる、腹。ファイターの体になってるから。俺の今のファイターの体見せてあげよう、君たちに。ちょっと待ってね。ちょっと待ってろ。今、僕のすごい体見せてあげるから。腹出てないでしょ。腹引っ込んだから。体型変わったでしょ。作ってますよ、体は。体はいい感じに仕上がってきてますよ。いけるいける。そうだね、ニコ生から見てた人は楽しめるのは多分俺の試合だろうね。ふわっち代表になってるけど、実はニコ生のリスナーさんも喜べるっていうのは、俺だろうね。変わらない。体重5キロ落としたよ。82キロから落としてる今。ドレさんから動ける体に仕上げなさいという指示が出たから。ドレさんの命令は絶対だからね。バクソも強そうだね。ていうか、バクソはゴリラでしょ、あれ。あいつなんで鍛えてんねん、セコンドのくせに。なんかおかしいやろ、あれ。脂肪だけ落としてますね。筋肉の量は変わってない。脂肪だけ。だからすっごい体が切れてんの。びっくりした。今日1週間ぶりにジャブ打ってきたんだけど、1ラウンドだけ。びっくりするぐらい、体幹5倍ぐらい速い。俺の体じゃねえ、みたいな。体が軽いの。それそうだよね。5キロの重りつけて歩いてたんだもんね。気持ちいいっていうか、不安なのが、まず、ふって出るわけよ。もう全然その5倍ぐらい速いの。シュ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 みたいな。で、なんつうの？なんて言うんだろう。これ威力出てんのかな？みたいな。ミット打ちとかはやってないから、サンドバッグもやってないし。だけど、動けるってこういうことなんだっていう。1週間ぶりにこう、ジャブ打ったりするとね、軽ーみたいな。チャンピンでスピード負けない。ハンドスピードだったら負けないっていうふうに思った。絶対俺の方が速いみたいな。実際やってみないとわかんないけど、思い込みかもしんねえから。体動けるって、なんか、スポーツマンの気分が味わえるっていうの？なんか、運動っていうものが全然やったことなかったから、これかーみたいな。すげえ楽しいよ。だから早くね、這い戻して練習戻りたいんだよね。縄跳びは持ってくから、なんだ、旅先でも。縄跳びはもう1時間ぐらい絶対やるから、シャドウと。バンテージとあれだね、縄跳びだけ持ってく感じだね。ただ、あとは走るだけだもんね。もうだから、肉体作り上げるっていうだけっすよ。
ハマっちゃったよ。格闘技に。だんだんできてきたね。正義の味方全然見てないけどさ、俺、左めちゃめちゃ褒められてんだよ、今。チャンピオンは何よりも長くて強い蹴りがあるからな。そうだね。サッカー選手の蹴りって重いかんね。そこだけ警戒だよね。だ、すねで蹴らないと思うんだよね。多分、こうで蹴っちゃうと思うんだよ。だから、俺、サッカーやってる人の癖で、こうに当てるの、なんつうの、慣れちゃってるっていうか、あれね、下手したらぐねるぞ。チャンピオン。俺の足ぐねるキックと同じ現象起こると思ってるから。もう蹴りは耐えるしかねえかんな。膝のカットで足を折りましょう。技術面でね、そういうのカバーしていかないとなぁとは思うけど。せっかく教わったわけだから。でも、テルジャンビンと会ってきたんだよ、おととい。練習はしないって言ってたけどね、目はね、ずっとヘラヘラしてるんだけど、いつも通り。目は俺のこと殺す目をしてたよ。いいじゃん、練習すればいいじゃん、みたいな。目の奥でね、殺すっていうのは伝わったから、なんかね、油断してたらやられるって思った。こいつ喧嘩強えっていうか、喧嘩慣れしてるっていうか。俺とは違うと思ったね。いや、喧嘩の場数だったら負けねえよっていうのは、意地みたいなものを見せる。ただちょっと面白かったのは、体重何キロって聞いたら58キロって言ってた。もう大丈夫かみたいな。ご飯半分残して、ああ、全然練習すればいいじゃんっつって、こいつやる気だなって思って、でもご飯半分残してるな、みたいな。脳震盪以外我慢でどうにでもなるっていうのはもうよく分かったよ。ただ言ってんだって、辰彦さんもね、正義の味方もね、ちょっと自覚しなさい。特に正義の味方。あなたね、ほんと人殺せるパンチ持ってるんだから、あなたが手加減してるのなんか百も承知なんだけど、俺本当に首の方でガキガキガキっつったからね。辰彦さんね、一回会ったらわかるよ。あ、やばいって、この人って。太ももこんなんなんだから。まあ、それ動画で見てもわかると思うけど、太ももの太さ、腕の太さ、体幹の良さ。もう天然のファイターなんだよ。化け物だよ、本当に。脳震盪以外我慢できるって言うけどさ、あなた自分のパンチ自分でもらったことないでしょ。強すぎるって。めちゃめちゃ強いんだから。ドレさん言ってたもん。いやー、あれ俺やったら負けるかもしんねえから、スパーやらなかったわ、っつって。怪我するわ、あれって。めちゃめちゃ強い。規格外だよ、正義の味方。これやばいっていうやつね。そう、本当にこれやばいだからね。7回ダウンさせられたからね、ジャブで。ドレさんは言ってた。負けるって。怪我するって。もし勝ったとしても大怪我するって。絶対やらない。恥かくって言って。ワド、あれダメだよっつって。あれ本当の人だよっつって。あれはドルさんやらないよ。だって一回スパーになったら負けん気強いから絶対本気出しちゃうじゃん、いいのもらったら。アスペだから手加減できないんだから。絶対本気になるの分かるもん。まあ、俺とかだとさ、体格差もあるし、絶対勝てるっていうのあるから遊んでやろうっていう風になるけど、絶対ドルさんに本気出しちゃうよ。どこまで通用するのかって。手に取るように分かるよ。負けず嫌いだからな。だからドルさんも本気でスカウトしてたもんね。今からやろうよって。プロいけるよって。辰彦さんビビると思いますよ、生で見たら。あ、どう倒すかまでシミュレーションしてたんだ。俺だけど、ぶっちゃけ正義の味方のパンチもらったからね、テレのパンチ全然怖くないっていうのはあるね。全然怖くない。もう首がガキガキガキっつってむち打ちになる感覚もの覚えてるから。あれ怖いとかじゃないもん。壊れる音がすんのも体から。なんだこれみたいな。シャブでこの威力かよ。ヘビー級やべえな、みたいな。
まあね、でも、なんか強い人3人とやったっていうのは誇りだよ。俺の中で。本当に誇り。なんつうの。テルチャンピンとやる上で、テルは絶対このヘビー級の人たちとやってないわけじゃん。これで負けるわけがないかんね。絶対勝てる。俺は負けない。どれスペシャルを決めるよ。どれさんオリジナルの必殺技、どれスペシャル。っていうか、体格同じ人、そんな恵まれた環境ないもんな。ないよ。だから、正義の味方と辰彦さんと、あとどれさんにはめちゃめちゃ感謝してるよ、俺。あと、まあ、どれさんに会いたいっていうさ、人柄で集まった部分もあると思って。本当は今日、便所太郎さんも来る予定だったんだって。便所さんともやれる機会があったから、もう超惜しいことしたなと思って。だから便所さんと、多分ね、体格的に言ったらね、正義の味方と便所さんで張り合うぐらいなんだよ。ただ、それでもね、俺はね、正義の味方有利ぐらいに思ってる。便所さんはほら、運動しばらくしてないから。でしょ？全員とやりたいでしょ？でも今日はもうなしになっちゃったから、曇り、もう雨土砂降りになるらしいし、もったいないけどね。日付ずらしてもう一回やってほしいよな。俺もなんか、ドレさんに一発もパンチ当たらないままだとしこりが残るからさ、やっぱドレさんに恩返しで一発いいのを入れたいよ。あんないなされたままで終わりたくないよね。そう。育てた選手のパンチをやっぱもらってほしいっすよ。雨の中とか盛り上がるじゃん。じゃあ、俺の肺がもうやられてるから、ドレさんがダメだっつって。今出てないけど、もうひどいんだよ、本当に。今ね、飲んだ後ろにいるんだけど、ずっと看病しててくれて。寝てるけどね。なんとか収まったけど。盛り上がるよね。タバコは全然もうやめる気ないから、俺は。もうひどいよ。ヒュー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 言って。今本当落ち着いた。もしかしたらこのまま治ったらいいなと思ってるけど。やりたかったな。雨の中盛り上がるじゃんって。雨の中でパソコンでどうやって配信するんだって話だけど。タバコ大丈夫だよ。気管支っていうか、喘息か、肺炎になってる。どっちか。喘息か肺炎、俺は。ただ、俺の予想だと多分肺炎だと思う。血吐いたから。喉が切れたような血の吐き方。ちょろっと血が混じってるみたいな。奥の方から出る感じじゃなかったから。多分肺炎だね。気管支もやられてるよ。ただれてる。膿が出てる。両方ともやられてると思う。格闘技、おー、嬉しい。あ、マジっすか。いいっすね。マジっすか。やるんすか。やっぱやりたくなっちゃったんすか。これね、でも中毒性あるよな。肺炎だと痛みもあるし、喘息でも血が出る。あ、じゃあ喘息かな。小児喘息持ってるから。ちょっとね、病院行ってないからわかんないんだけど、月曜日まで引っ張るようだったら、もうさすがに行く。1週間以上経ってるから。マジか。でもね、俺、リングの上立ったら、もしかしたら俺も、やりたいって思っちゃうかもしんないな、これ。中毒性が半端じゃない、ファイト。まあでも、ね、配信に絡めないんだったら、もう、引退じゃない。引退っていうか別に選手じゃないけど、これっきりにしようと思うけど、もし、ステゴロ2で、ワド出ろって言われたら、絶対出るよね。負けてないから何とも言えないけどさ。俺はもうハマったよ、この世界。こ
こんなに楽しいことないよ。自分の体鍛えて強くなって技を覚えて、ねえ、痛いとこ蹴られて。そうだね、近くの行ったね、喘息の薬。いろんな思い出が詰まってるね。いやー、嬉しいな、辰彦さん。ファイターとしての血が騒いだんだ。ていうか、辰彦さん来ねえとかないわ、ほんと。チケット手に入れてよ、今からでも。チケット買い忘れたわねえでよ。辰彦さん、ていうか、正義の味方もチケット、まあ、正義の味方は来ないって言いそうだったけど、まあ、見てもらいたかったな、会場で。ねえ。どうだ、和同コール起こるのかな。和同、和同、和同って。あ、カフェインダメなんだ。ああ、わかったわ。コーヒー飲んだらだからゲホゲホ言うんだ。立ち見でも絶対来てよ。やだよ、見てもらいたいよ。あんなにね、一生懸命やってきてさ。みんなの前で勝ちてえよ。でも、あれだぜ、チャンピンも強いぜ。チャンピンも強い。半端じゃない、本当に。怖さもあるし。立ち見はまだ買えるの。立ち見は残り50席出すみたいだけど、もう、当日販売はやらないって。地方から来て買え、やっぱり無理でしたっていうのは失礼すぎるから、それは絶対やらないって、もう前売りで、便所さんの放送張り付いてないと多分買えないと思うよ。便所さんが手売りで売るっつってたから。もう50席が限界だって言ってた、立ち見は。まあすごいよな。350埋まるんだからな。超満員じゃん。もう500人くらい詰め込んじゃえばいいんだ。全員立ち見。暴動起きるか。すげえよ。本当にすげえ。てか朝早くね、タイガー。ていうかさ、もうさ、正義の味方とかさ、もうコテハンありすぎるから、みんなタイガーって呼んでるから、タイガーじゃダメなの。もうさ、統一しようよ。そこ配信もやってるんだからさ、もうコテハンが多すぎるんだって。タイガー席一つ増やしてくんねえかな。無理だよ。 そんな権限俺にあるわけねえじゃん。そんなことできるんだったらとっくにやってるわ。だから言ったじゃん、みんな買ってねって。絶対売り切れるから並んで買ってねって言ったじゃん。みんなズボラなんだよ、もう。聞いてないよとかみんな言うんだもん。明日買いに行きますとか言う人もいたし。いやいや、売り切れだからみたいな。もう売り切れたの？みたいな。みんなね、どうせガラガラでしょっていうノリだったんでしょ。どうせ売れねえだろっていう。こんな素人のやつ。見事に90分で完売したよ。転売屋さんも出たよ。ダフ屋さん出たよ。それで今叩かれて問題になってんの。転売はねえよなっつって。それくらい人気。儲かったリスナーさんもいるみたいよ。話題になってたよ。 今度から転売禁止も言うべきだったねとか。まあでもね、それだけね、見たい見たいっていう人から人が集まってきて、その人たちが見れるわけだもん。その人たちの前で殴り合いするわけだから感動するよね。激アツだよね。血がたぎるぜ。目立ちたがり屋の、俺の中に流れる、母親から流れる血、
女芸人っていうね 女芸人の血とファイターの血が流れてるから、目立つこと大好きだから俺はやるよ。目立ちまくってやるよ。目立つ法は一つ、勝つ。圧倒的に勝つ。虐待パンチだよ。そうだ、母親から譲り受けた虐待パンチと思ってるから全然やりますよ僕は。勝とう、みんなで勝とう。おはよう、国吉剛さんいらっしゃい。おはようございます。楽しんでってください。もうね、30分、あと残り3分で感想になっちゃうから一回枠取り直しますけど、ぜひ引き続き暇つぶしに来てください。コメントありがとう。天気超悪いな今日。なんだこれ。今度はコンビニに張り付いてチケット買います。今度俺が出るかどうかわかんないじゃないですか。ただでさえもう出たい出たいって人気配信者が他の人たちが言いまくってるからね。呼ばれるかね。なんか呼ばれなそうな気がするんだよね。過疎はちょっとみたいな。過疎の生主はちょっとごめんなさいみたいな。ツイキャスで1万人以上になってくださいみたいな感じで言われそうじゃん。今回ラッキーで出れたけど、第1回だから。潜り込めたけど。立ち見のチケットコンビニ貼り付いて。立ち見は、コンビニで販売されないですよ。要は、便所太郎さんの問い合わせだから、便所太郎さんの枠をずっとロムらないといけないんだよ。で、便所太郎さんが販売しますって言って、DM くださいって言った時に、パッて DM 送れないとダメだから、コンビニで販売されないですよ、立ち見は。だからきついんだよ。ずーっと便所太郎さんロムらないといけないから、もう DM 送っといた方がいいよ。立ち見のチケット買いますって。もう予約してくださいって。絶対言っといた方がいいと思うよ。じゃないとね、優先してもらえないと思う。もう DM 送っておきなよ。絶対行きたいんで、つって。50席ももう速攻1分で完売すると思うよ。多分5000円より下の値段になるとは思うけど。じゃあ皆さんお疲れ様です。皆さんありがとうございました。合計閲覧数が2779名。アクティブが180名。アイテム、花火が2つ、ハートが2つ、バーガーが11個、風船が235個でした。皆さんありがとうございます。次枠いきます。トリオツです。お疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。